ゆうた、うろと、けいが、はい、年末大体改正ヤマト、カラトです。今日は何？今日は祝福。おー、まだ祝おうよ。まだ祝おう、まだ祝おう。長らく戦ってきましたから、今年いっぱいは400万人に関して祝っていきたいよということで、本日も400万人を祝っていく企画になっているんですけれども、俺らで祝うわけではない。僕たちでのお祝いはちょっと来年に取っときまして、今回は完全に受動体です。おー、俺らは受動だ。じゃあもう企画からもう早速言ってまいりたいと思います。はい、ということで本日の企画、超豪華クリエイターたちから400万人のお祝いメッセージもらってみたい。クリエイターからの言葉大好き。一回だけ僕たちやったことありまして、実は覚えてますか？覚えてます、覚えてます。何万人の時か覚えてますか？これ100万人の時のお祝いメッセージを、その時ね、関係のあったクリエイターを中心にいただいてね、みんなで見るということを取ったんですけど、200万、300万もちょっと怒涛すぎて、その企画ができていなかったということで、今回ですね、ちょっと皆さんに内緒で、僕の方でちょっとさまざまなクリエイターの方々からメッセージ投稿をいただいております。いや、最後の目標だからさ、相当いろんな人が来てくれたんじゃないかと疑ってます。めちゃめちゃ豪華です。もうしかも400万人を達成してから何日ぐらいですか今？まだ3日とかで、そうそうたるメンツの方々がめちゃめちゃ忙しい中撮ってくださったお祝いです。あらー、ありがとうございます。みんなまだ見てないけど、先にまずお礼を言いたいなということで、うん、もう本当にお忙しい中メッセージをくれたクリエイター、また関係者の皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございます。まあ、この動画ではちょっと僕たちがお祝い動画を見るっていう動画なんですけど、ちょっととんでもないメンツがメッセージをくれてるので、ぜひぜひ最後まで見ていただいて、高評価チャンネル登録していただけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。じゃあ早速見ていきますか。はい、もうけどちょっと大前提言いたいこととして、なんでこの人いないのとか、なんでこの人くれてないのみたいなのはこれ全くなしでいきたい。ああ、なしね。それは本当に全く動画撮れないぐらい忙しい状況とか年末はあるからね。ちなみにスカイピースからのメッセージ動画はありません。そうだよ、だってライブ配信で忙しいから。そうだからもう本当にそういうことを言われるの僕たちも苦しいし、相手方にも迷惑になっちゃうんで、そういうのも一切なしでいきたいというところで、うん、はい、忙しい中合間を縫えたクリエイターの方々のみですね、今回ちょっと流していくので、そこだけねちょっとね皆さんもね配慮していただけるとありがたいと、うん、はい、それはマジでお願いしたいね、うん、お願いします。ひどいみたいな全くない、全くないですか。ではですね、見ていくんですけれども、何ブロックかに分けていまして、最初見るブロックはですね、比較的こう若手というか、僕たちよりもこう若い世代のクリエイターの方々をちょっとワンブロック目にさせていただきました。じゃ早速もう見ていきましょうか。いきます。はい、せーの、皆さんこんばんは、むけのです。コムドット400万人おめでとうございます。やばい、やばいね、やばいことが起きた。すごすぎるんだから。すごいです、うん、うちらはね、生でその達成する瞬間を見させていただいたんですけど、もう本当にかっこよかった。かっこよかった。感動したね。そう、なんか、仲良くなったつもりだったのに、なんか急に緊張しちゃって、あの日。わかるわかる。ね。やっぱちげえわって。ちげえわって、めっちゃかっこいいって思ったし、なんかうちらもね、もっと YouTube 頑張りたいなっていつも刺激もらってます。はい。おめでとうございまーす。でも本当に向けのは、コムドットが大好きなので、ぜひ、来年は、もっと、なんか一緒に遊べたらいいなと思ってます。最後の目標、すごいたくさんのプレッシャーの中で、不安な中、達成したと思うので、ぜひ、もうちょっとゆっくり、次は休んで、遊びましょう。改めて400万人おめでとうございました。バイバイ。こんにちは、加藤奈緒です。コムドットさん、チャンネル登録者数400万人、本当におめでとうございます。YouTuber さんで初めてコラボしたのがコムドットさんで、そこからいろんな方とコラボができたり、いろんな方に出会うきっかけになりました。本当に感謝感謝です。コムドットさんと初めましてから、意外ともう2年経つということで、そろそろコラボお願いします。ゆうまくんの貸し出し企画も楽しみにしてます。ゆうたくんはごめんなさい。400万人本当におめでとうございます。今年1年ありがとうございました。そして、良いお年をお迎えください。
バイバーイ。まーやーし、おーマキュンカズスクワットです、お願いします。コムドット400万人おめでとう。コムドットが400万人ってことについて、シームついてる。これライブ見てたんだけど、あれコムドットそのためか、そういうことだね。コムドットすごい、そうなんだ。まあ僕たちコムドットとコラボするまあ、そこでも話したけど、ちょっと俺がヒューガと元カノ、いつまで言ってくんねん、実は、すごいヒューガの暴露。おなん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 、実は、コムドットのヒューガって元カノ。遠藤まさら、先輩に噛みつきがち。どうも、元エビノリの、現、タクヤのインディーズムービー、タクヤです。コムドット400万人、おめでとうございます。画質綺麗だな。ただ一点、この前、竜で多分撮影をしたと思うんですけれども、ご飯、なんだ、飯作りますみたいな、キッチン入って、みんなにおもてなしますみたいな。あれ、ちょっと僕が呼ばれてないのは、不服だったので、ちょっと次、竜で撮影するときは、絶対に呼んでください。ちょっと、なんか、違うか、これ。おめでとうございます動画なのに、こんななんか適当なこと言ってちゃ、ちょっと普通に嫌われそうなんですけど。まあ、本当におめでとうございます。あと、ちょっと僕、最近お酒がね、大好きなんで、ぜひ、コムドットの皆様と一緒にお酒を飲みたい。そして、おごってほしい。そんな気持ちでございます。本当に、400万人おめでとうございます。ヒロトレおいおアニアスよ、回転ムニだ中野くんブルーラーこのおっさん、400万人おめでとうございます。中野くんだ、かわいい。今年はね、2回も小室さんのチャンネルに出演させていただいて、本当に、かましいか、かましいて、かましに来ちゃった。コムドットさん、400万人をこいつらかましに来てるやん。コムドットさん、400万人おめでとう。頭悪いやつがいるから。ということで、改めましてコムドットさん、400万人おめでとうございます。おめでとうございます。僕たちもね、偉大な先輩の背中を見て頑張りますので、またご飯など連れてください。お願いします。お願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。コムドットさん、400万人おめでとうございます。またいつでも遊びに来てください。嬉しい。待ってます。おー、さすがだな。すげー、いい予感、すごいな。また110年ぐらい前に伊藤先生というお医者さんの別荘として作られた。コムドットさん、400万人おめでとうございます。すごいですね。あーすごいね。すごい、すげー、マジすごい、マジすごい、いやすごいよ。怖くなるとかしないなとか。あ、でもすげー、うん、いや本当にやばい。大人さんのショーリティやすかった。なんでかましに来るんだよこいつら。ちょっとニナニです。いやー、コムドット400万人達成、本当にガチでおめでとうございます。さすがに今回の400万人達成という目標はもう大きくてかなり手強いものだったでしょうし、まあ外野からのまあいろいろな声とか意見とかもねある中、その目標に立ち向かっていく姿っていうのは本当にこう同業者として叶わないなってこう思わされる部分っていうのがすげえたくさんありました。で、私もその実際400万人達成の瞬間の映像を見てたんですけれども、本当にその時にね、コムドットってマジで漫画の主人公みたいだなって思ったんですよ。一応悔しいんですけど、私も思いたくないですけど、こんなこと。こんなこう面白すぎる展開を現実で見せてくれるやつが生身の人間にいるんだっていうのを、なんだろうな、一般人としても同業者としても視聴者としても思いました。そんなコムドットはボコボコ
にすることが、まあ、私の目標なので、まあ、400万人達成したとは思うんですけれども、まあ、これからもね、どん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 突っ走っていただければ、私もその突っ走ってるあなたたちをボコボコにしに行きますので、そしてですね、ゆうた、あの12月っていうのはね、本当にこういろんなプレッシャーと戦いながらも連日の撮影とかも続いて、すごくあの体疲れてると思うの。あなたが思ってる以上にね。だからゆうたの体はしっかり温めて、美味しいご飯たくさん食べてね、あったかくしてね、ゆうたわかってる？ゆうた、ゆうた！こんにちは、ちびまるちゃんのミランです。今度とさん、400万人おめでとうございます。かわいすぎるぞ。この前は遊んでくれて本当にありがとうございました。今度またコムドットさんのお家で遊びたいです。コムドットチップスはまだありますか？知らんだよ、ママ。欲しかった？今からヤマトさんの真似をしたいと思います。ヤマトさん、400万人いかない可能性？これ一切なし。大好き。大好きだわ。うわ、うんぱ。はい、集合。おい、ヤマト。あ、ちったらすんな。はい、走れ、来い。はい、来い。はい、何？チャンネル登録かなんかが400万？甘い。甘い。そんなの知らん。おい、ヤマト。お前な、1年半前ぐらい俺がリフティングを教えて10回できるようになったな。で、次会う時までに100回できるようにしろよって言ったのにもかかわらず、俺がな、インスタのストーリー見たら、なんか格好つけてこんな自撮りなんかね、して、お前、そんなことやってる暇あるなら、リフティング練習せ！で、ユーマ、お前に関しては、メインス部部長として非常によく頑張っているんだ。まあ、こう、400万人祝いとしてな、こう、今回はな、俺がこう、メインス部をね、頑張ってやりたいところなんだけども、残念ながらお前の方が稼いどるもんね。ちょっとね、ゆうまくん、ぜひね、今度おごってほしいなというふうに思います。というのは冗談でして、コムドットの皆さん、急に本当に400万人おめでとうございます！急に戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた。もう本当に自分のことのようにめちゃくちゃ嬉しかったです。もう多分こう、いろんなこう意見だったりね、コメントとか、まあいろいろ多分あったと思うんですけど、もうそんなのをこう、ものともせずね、もうしっかりとこう、目標を達成する姿、もうシンプルにもうかっこよすぎました。マジでもう、惚れるとはもうまさにこのことかというようなね、ことでした。もう僕自身もね、100万人目指して、100万人いったらね、ゆうたくんに指輪を買ってもらえるというね、約束もさせてもらってるので、あの時は30万人で、今ね、もうすぐ70万人いって、もうちょっとね、100万人いけるので、僕も頑張ります。もう本当にね、改めまして、おめでとうございます。そして、多分めっちゃ疲れてると思うんで、一旦皆さん、お休みしていただいてね、体休んで、これからも YouTube 引っ張ってほしいと思います。そして、続いていきます。改めて、おめでとうございます。あ、すごい、すごい、真面目。おぉ、ちょっと待って、この子僕またやったんじゃねこれ。これや。またやったねこれ。これやってるぞ。長い。結構なんか言うのか、さすがに言うか、今回は。言うか。可能。またやったか。ですか。送ってくれるだけでありがたいけど。ということで、超若手ゾーンでした。いやー嬉しいよ、ムクエナから始まって。まあ、まずムクエナから始まりましたけど。はい。出会いが、でムクエナ出会ってまだ半年経ってないですか。経ってないぐらいだね。うん。ここに来てくれるぐらいまで仲良くなりましたから。ムクエナの方のお酒飲む動画でもいろいろね、来年の動画と約束したから、ね。うん。いっぱいいろんなことしたいですよね。続きましてノーチンからいただきまして、うん、やっぱりこの安定の自撮りが安定してた。ノーチンと初めてコラボした YouTuber が俺らっていうのすげえ嬉しい、ね、嬉しかった今改めて。そうよそうだと思う。遠隔操作だね、うん、俺がなんか来たやつだよね。俺が好きだから、うん、そうそうそう。あの時なんかめっちゃ好きでなんかコラボライブみたいなのしたり。あ、そうそう、俺とユータで2人でウイちゃんとノーチンがこうやってるのに、申請送ったら承認されて、うわーみたいなのやばいぐらいな感じだった。やばいよね、俺らのその感じ受ける。そうです、ファンみたいな。そうです。それいつ100万
人行くとか行ってないか。80万人とかですよ、ことやってたから。うん、貸し出し企画もユーマ言ってくれてますからね。ぜひぜひお願いします。うん、ユーマの貸し出し企画は来年できますから、うん、なんか天使のエフェクト入ったしね、途中で。いや、あれエフェクトじゃない、あれエフェクトじゃない天使。いや、ヒは良くないな、このそうそうたるメンツの中、そこが一番このバーンになってた。それそうだよ、嬉しさは平等にあるけど、うん、びっくりは、お前さ押し出てきちゃって。爆裂に可愛いだろ、これ一瞬出てきたら。キュッて出てきた。爆裂だろこれ。しーちゃん出すな、オタッキーな部分。1秒でこの可愛さ出せますか。なるほどね、出せないですよ、普通さ。それはそこ、こう可愛いでしょこれ、うん、で、二人ともこう可愛いよ、ほんと一瞬だからね。ダブル推しですから。お、俺のすごいよ。そうだよ、だから後でちょうだい、この動画。個人保存しとくから。いやまあ、キリちゃんちょっとあの今回忙しくて、うん、ここだけの出演なんで、嬉しいよ。1秒、いや顔が見れただけで嬉しいですよ。いただきまして、続きましてスクワットからもいただいて、いや面白いね。やっぱかましてきやがるな、うん、職人で祝い動画でネタみたいなのやってくる感じ、うん、で人を芸見してくれるわけじゃん。で俺はさ、その依頼してからその完成までのスピードを知ってるわけやん。で考えてからこう撮影編集をして届けてくれるまでのこのスピードが異次元に速い。そうだよね、だって達成してからまだ3日ぐらいだもん、ね、そう、単純にもう日数が足りなすぎるやん。その中でこのクオリティ出してくれるのはやっぱ嬉しいよね。なんで電車のとこで撮ってんだろうって思ったら意味があったみたいなね、面白いね。で、タクヤちゃんからもらいました。タクヤ、なんかいい、仕上がってんね、タクヤ。ねタクヤ、久しぶりな感じだったね。久しぶりだったね。龍呼ばなかったらめっちゃ不服そう。そうなってた。地元企画は呼ぼうか。なんかね、うん、最近酒好きとか言ってたけど、ずっと好きやろ、こいつ。おつまみ自家製で作ってみたいなやつをあげて。うん、いやだからまあ、たくやもね、ちょっと来年に一緒にお酒飲んだりとかしたいなっていうね。ゆっくりしたいね。で、次は中村くん。いやー、こいつらやったな。まただね。いや、もうかますことだけ考えてたな。うん、なんなら。おめでとうももちろんあるのかもしれないけど、もうかまそうかまそうと。いや、素晴らしい心意気だと思うよ、YouTuber として。いや、だからもう本当に、同じでね、スクワットと同じこのメンタリティ。やっぱスクワットより、かまそうとしてる感が、やっぱ、スクワット面白いことをしようとしてる。中村くんはもう、かまそうとしてるっていう。そのために全ぞりだろ。綺麗だし、みんな。今頃チクチクしてんだろうな、多分。面白い。いや、頑張ってほしいですよ、YouTube。そう、中村くんは本当に、面白いし、いい子たちだし、動画のクオリティも高いから、ちょっとまだ見たことない人ね、ぜひぜひ中村クラブの動画見てほしいですね、うん、続きまして、秘密基地。まだね、付き合い浅いですけど、うん、なんか、やっぱすごい仲良くなれたからね、長い撮影。そうなのよ。で、このクオリティですよ。やべー、すごい、ドローンだ。やってくれてんだな。やばい、だってすごい、本当に本当に日数ない中でこの動画ですよ。いやすごい、だってさ、これカメラマン焼き鳥くんのジャンプ力がないです。違うよお前。ドローンだわお前。レイカーやばいよ。焼き鳥くんって書いてあってから、なぜだと思ってんの。いや俺すごいね、やっぱ焼き鳥くんと思って。神やったんだけど、マジで鳥なんだ。いやーすごい嬉しい、ね、嬉しい。2人ともね、焼き鳥くんも3人でマジいい人たちやからね。来年もお邪魔したいですね。遊び行きたい、マジで。そして、今回の一番の謎動画、アメリカンコズット君たちと。アメリカンコズット君。アメリカンコズット君たちもね、またこれなんかかましたのがちょっと、またベクトルがわかんないですけど。いやまあ、ほんと、奇祭に飲み込まれた悪魔ですよ。マジで。奇祭という言葉に呪われて出てこれないですよ、もう。二度とこの薄さから出てこれない。こいつ。いや、すごいね。嬉しいよね、これ工夫してくれてることに時間がかかったわけだ。そうだね。やっぱアメコズ、中村クラブ、スクワットのあるとこも同じようになんかこう回そうとしてくれてるのが嬉しいですね。色を出してくれる感じ、うん、で、次がニナニ。いやニナニもね喋り上手で、まあちょっと画角近いの受けたけど近いね、うん、多分実家で撮ったよね、これ。あ、なるほど。家のちょっと後ろに映ってるものとか雰囲気。おお、なんかいいね。予想したね。おお、さすが考察中の俺田さんという。相当実力者だからね、になにちゃんも。ゆうた来ると思ったら来ましたね。来たね、ちゃんと来たね。いや、やべ、数少ないですよ、ゆうたにこうガンガン噛みついてくれる女の子っていうのは。こももかになにかね。三本しかない。なんとなく似たものを感じる感じる感じる。やっぱね、
コムドットに噛みつくぶっ倒すスタイルっていうかね、そのスタンスはいいね、いいスタンスです、嬉しいです。ボコボコっておかしいけど、うん、ボコそうとしてるから、ね、一応先輩だからYouTube はちょっと長いのか、俺らより。そう。そうだよね。このブロックにされてることがちょっと歴的に違うんですけどって言ってくる可能性あった。また怒られるかもしれないから。最後、このユータからの天使到来、未来チャンス。いやー、激ヤバだね。ちょっと可愛すぎた。可愛すぎる。もう100万袋あげたい。今まで出した。全部あげたいぐらいですよ、もう。会った時にしっかりしてるね。成長してる。けど、可愛さ変わらずみたいな。小さいままなのか、うん、これさ、2年後、3年後になったらもうちょっと大人になって俺らにこう、懐いてくれてたのとかなくなっちゃうから、いやだから毎年会おう、そうだよね、うん、毎年会わないと、うん、ミランちゃんも分かんなくなってくる、そう、俺らはやっぱもう落ち着いちゃってるから普通に絡めるかもしれない、うん、ミランちゃんがあの勢いってものを失わないためにも、そうだ、定期的に会ってあげなきゃ、ちょっと来年も一緒にね、遊ぶ動画撮りたいなっていう感じですね、うん、そして、監督パルムパーこいつは監督の時間の方が長かったくさくね、でも、まあ、ようやくすると名声いきたいってことだよ、ようやくすると名声いきたいことを伝えてくれたね、名声もしたいんだろうね、また名声いきたい指は欲しい、うん、で、あそこで寝たいんだろうね、うん、惨敗して寝たいんだろう、ね、完全怖い、いやもう怖いやからね、ちゃんといやー、100組でも70万枚いったんだね、本当にすごい頑張ってる一人で、すごいよね、俺バレエもチーム一緒だから、そうか、うん、あ、合ってんの、その打ち上げでじゃあメンスが連れてきた、あー、いいおーよかったよ、ウンパー、うん、また遊び来いよね、まあ、そんな感じでウンパーありまして、で、ラストちょっと問題作でしたけれども、皆さんこれ気づいてないと思うんですけど、カノ君メインではありません、こちらの方、皆さん、ピンときてない、えですか、え、この君の友達とかじゃなくて、クメ、これ左の方、終わった人です、マジ、終わった人、いや、いつもさ、もうあれでしょ、メイクばっかしてる、もうキザルになったり、ひそかになったりしてるから、こう、すっぴん逆に見たことないでしょ、ない、あの、一応終わった人に俺、お願いした LINE 持ってて、普通に連絡とか取り合ってたから、こういう動画撮るんですけど、もらってもいいですかって言ったら、これそのなんか、カノ君がなんかもうついでになんか撮らされたみたいな感じでいるから、ああこれカノ君がやったわけじゃないんだよ、そう、やばくない、やばいよ、マジかにやばい、何歳なの終わった人って、え、タメ、おい、そう、同い年、なんか可愛いね、うん、いやでもめっちゃ面白いじゃん、動画面白い、中身の人ぶっ飛んでる、へー、まあそっから出てくるあの面白さなのか、うん、そう、初対面で俺ビデオ電話かかってきたのやばすぎない、本当に何してるの教えてまあやば人なんだね、うん、同世代でちょっとコムドットのことをいい意味でこうライバルとして意識してくれてるみたいだから、うん、なんかいつかどっかでね交わるタイミングがあればなということで、うん、はい、ありがたいですね、まあこんな感じで第一ブロック終了です、いや本当にもうすでにすごいね、今年たくさんお世話になった方々が出てきてくださいましたけれども、うん、どんどん見ていきましょうか、はい、ということで、続いて見ていきたいんですけれども、はい、続きましては新世代ブロックということで、おー、うん、もう仲間たちって感じだよね、よりね、まあ、いわゆる新世代 YouTuber っていうこの肩書きを持ってるクリエイターはたくさんいるじゃないですか、でも新世代 YouTuber とは言われてないけど、まあ、同い年ぐらい、年齢が近いようなクリエイターの方々も、まあ、ここに一緒にちょっと入ったりしてて。見ようぜ、見ようぜ。じゃあ早速見ていきたいと思います。エスパラでは、ケイスケと、ハグトーご注目バーイということで、コムドット400万人、本当におめでとうございまーす、おめでとう、いや、行くと信じてましたよ。ね。ね、どうでしたよ、皆さん。コムドット400万人、改めて、ハン君から。いやー、でも100万、200万、300万あったけど、うん、なんか一番感動した、なんかやっぱそれは、うん、そのプレッシャーもあっただろうし、まあ不安があったのかどうかわかんないけど、そのプレッシャーがある中で、うん、あの400万人バーン行った時はマジで感動したわ、いや本当にすごいね、なんか泣けないの分かるわ、努力で持ってんのか、思いすぎて感無量、逆にね、はい、違うか、いやもう今回のこの400万に突破、多分100万、200万、300万と比べてまた違う重みのある数字なんじゃないかなと思ってますし、そのやっぱ
ね、世間体から見てもなんか結構いっぱいいろいろ言われてた中でのこの突破だったんで、もう本当にまあかっこいいし同い年で、うん、すごくいい刺激をもらいました。本当におめでとうございます。ありがとう。まあ、今回はね、やっぱ球技大会があって、うん、その400万人までの その頑張りをかなり間近で見てたから、うん、なんかそのいつもよりその頑張りが直に伝わったというか、うん、その分感動が本当に大きかったです、うん、本当におめでとうございます。もうちょい話そうとしたんだよ、やったの。なんかね、俺はこの1年でやっぱコムドットとの関係性をかなり深く感じて、うん、なんかなんていうか兄弟みたいな感じ、本当に弟みたいな感じでなんか今年1年見てて、なんか今日ライブ配信をね、俺一回見返したんよ。したらまあ俺らが応援しに行った後に大和が結構号泣してて、で雄太も静かに泣いてるみたいな、なんか俺それ見て感動しちゃってマジで。だからなんか本当になんていうのかな、俺らが思う倍の倍の倍ぐらいやっぱ計り知れない思いとかもあっただろうし、うんうんうん、まあ、それを有言実行したっていうそこのかっこよさは本当にリスペクトしたいなって思ってます。はい、ということで、まあ僕からはですね、まあチャンネル登録球技大会が始まりまして、もうその始まったぐらいの時からもうヤマトに400万人ほんま大丈夫そうって言ったら、いやもう余裕っすねみたいな感じの自信、いつものヤマトの自信だったんで、まあ僕は絶対行くだろうと信じてましたし、まあ携帯で送らせていただいた動画でも言ったんですが、まあちょっといろいろね、この何ヶ月か悔しい思いとかもしたと思うんですけど、無事に400万人達成、本当に、感動しましたね。で、まあ今日ストーリーでも言いましたけど、まあ、新世代 YouTuber としてちょっとズバ抜けすぎてるというか、コムドットが。うん。うん、まあ勢いすごすぎるやん、ぶっちゃけ。他の新世代のクリエイターと比べたら。まあその面ではね、まあクリエイターとしてはちょっと悔しいなっていう思いもあるんですけど、まあそんなコムドットを見て多分他の新世代 YouTuber のね、人たちもエネルギーに変えて、頑張れてると思うので、うん、あなたたちのおかげだと思いますよ、本当に、うん、マジそれはあると思う。今のこの新世代 YouTuber たちが YouTube 頑張れてるのはね、うん、嬉しいですね。なのでまあ今年犬分もあり、そういう関わって動画もめちゃめちゃ多かったんで、うん、なんかより仲良くなれたかなと、より地元の友達みたいな感じになれたね、なれたのかなと思います。はい、ということで400万人本当におめでとうございます。おめでとう。ということで、今年もありがとうございました。来年も、仲良く YouTube 一緒に頑張りましょう。そしてお互い切磋琢磨してね、さらなる高みを目指していきましょう。ということで本当に改めて400万人おめでとうございました。おめでとう。最高だな。ナイス。おお、なんと400万人おめでとう。忙しかったよな。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、まあね、ほんまに有言実行できる男っていうのはこういうことなんやって、勇気をもらいました。はい、僕は本当にほんまにあと同じね、うん、としてお誘いいただきまして、そうね、なんかもともと接点が全くなかったですけれども、うん、ね、こうやって仲良くさせてもらって、確かになんか不仲説が出て、ね、でなんやかんやね、いろいろ一緒に動画撮ったりって言って仲良くさせてもらって、うん、とても尊敬しております。はい、うちらも ね、背中を追って200万人突破したいなって思って所存でおりますので、はい、お互い頑張りましょう。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。また一緒に何かやりましょう。どうなぁ、あ、電波が、あ、あ、で、電波が、あ、で、電波が、あ、電波が、電波が、電波が、おぉー、朝日課って違う、サガヤチャンネルでさーコムドツと400万人おめでとうございます。嬉しいね。まあまあまあ、間違いなく行くとは分かっていたけども、やはりね、その瞬間をね、一応生配信俺も見てたけど、いやー感極まるね。いやー、よく頑張った、本当に。本当にかっこいい。正直、あんな前に直前のヤマトの顔とか見てると、マジでもね、顔じゃなかった、正直。正直、心配なレベルぐらいの、まあ、諦めて寝てないんだろうなっていう感じの顔したけど、まあ、本当にね、素晴らしい。有言実行、さすがでございます。本当にかっこよかったです。おめでとうございます。はい。ってことでね、まあ、2023年、まあ、それ、この動画見てる頃にはその年になってるかな。確かに。またね、一皮、二皮向けて、ヤマ、あ、ユータもね、一皮ね、俺がね、剥いてあげて、そのまま続いてた。いや、当たり前じゃん。まだ、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 まだ
本当にね、まあ、さらにね YouTube 界盛り上げていってくれると思うんで、まあ、僕らもね越前をどんな企画でも、まあ、協力させていただけたらと思ってるんで、一緒に盛り上がっていこう。おめでとうございます。おめでとう。下町上町中町です。始まりました。で今日は何ですか。今日はコムドット400万人突破おめでとうございます。まあ本当すごいね、はい、もう本当にもう小さい頃から一緒に切磋琢磨してきたわけじゃないですかそんなに差ってたね。270万差でもうちらには来年ね。あ、そう、うちら来年300万人はい頑張れます。いけるか、お前なめんなよコムドットの努力なめんなよお前。来年絶対300万お無理だよお前らって言ってて、お前、俺がお前らって俺らのこと言ってるわご飯食ってるだけじゃ無理だろ300万人とか数字はでもちょっとおめでたいということで、僕の新ギャグをここで披露します。おぉそんなんだね、ピンク。ハラベーちゃんも喜んでます。ということで、いきまーす。枠違ったんじゃないこれ。なんか使って、え、強制だ。うわぁ、なんだよ、気持ち悪い。マウスピースシャネル。うわ、つば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 、来たよ。キモ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 、クチックさーん。ちょもういって、もういって以上です。おめでとう。やばすぎるな。じゃあね、テリーくんも出てこ、最後テリー、せーの、じゃあね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 、チュン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 。はい、クレーマーです。おはようございます、ウランです。エアです。というわけで、コムドット400万人おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっとあさみ、あさみちゃんは今日欠席ということで、あ、そうです、はい、パネルが来てくれました。あ、すごい、かわいい。でもかわいいね。うちらは自分隠そうと思ってる、なんかこいつ出てくる一緒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 ロングになってる。ロングいいね。今年もね、はい、今度ってね、一緒に見てたんですよ、100万に行く瞬間をね。得意だった。すごい、すごい、なんかやっぱ言葉ってあるんだなってね、言ってた方がいいね。そうだね。だからなんだっけ、来年うちらまだ200万人いってないんですけど、この人400万人いくって言ってたから困ってます。コムドットのせいでなんか感化されすぎて全然も直前の目標とか無視してるから。頑張ろう頑張ろう、うん、ね、来年も、来年もっていうか2023年、うん、もう仲良くしていただいて。そうですね、はい、たくさん動画撮れればなと思ってます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おめでとうございます。おめでとう。なんか言ってあ、じゃあおめでとうって言ってたんでおめでとう。おめでとう。でもパンツの色聞いてきていいからね。おお、お弟子さんや、消してくれてる。宇田さん、400万人おめでとうございます。配信見させていただいたんですけど、本当に一度見てずっと鳥肌立ってました。おめでとうございます。ちっちゃい、かわいいやん。コウ君が今ちょっと胃腸炎でいなくて一緒に撮れないんですけど、コウ君からもメッセージあるみたいなので、ぜひ見ていただきたいと思います。お願いします。お願いします。学生の音だ。学生のジャージみたいになってる。どうも、夜の胃腸炎です。お願いします。というわけで、400万人おめでとうございます。すいません、胃腸炎で下痢が止まらないで、すぐにから応援させていただきます。本当に400万人もすごいなと思ってて、ライブ配信のやつも口が止まらなくて、熱で鳥肌が止まらなかったのかもわかんないですけども、どっちかわかんないですけども、すごい鳥肌が止まらなくて、本当に、すごい、刺激を受けました。400万人を獲得したコムドットさんに、提案なんですけども、コムドットさん側にはプラスしかないかなと思うんで、よかったら引き受けてほしいんですけども、コムドットさんの動画を毎日よく見てるんですけども、よく何々ウィークなんかをやってるのをよく見かけるので、少し、提案させていただこうかなと思いまして、僕たちと胃腸炎ウィークをしていただけたらと思っております。僕がですね、今からコムドットさんに胃腸炎を移しに行きますので、僕がそろそろ治ったなって頃に、またコムドットさん側から僕に胃腸炎を移しに来てくださいこれをまた1週間続けるんです。コムドットさんにプラスしかないウィークをね、ぜひできたらなと思います。ちょっとぜひ検討のほどよろしくお願いします。400万人本当におめでとうございました。あなたきりまるです。皆さんこんにちは、きりまるでございます。ということで、コムドットのみんな、 YouTube のチャンネル登録者数400万人本当に本当におめでとうございます。いや、きれい。本当に
もう尊敬の気持ちでいっぱいです。もうストーリーとか日々朝方まで編集頑張る姿とかもうねもうめちゃくちゃこう私も刺激をもらってたし本当に頑張る姿がすごいかっこよかったです。おめでとうございます。何するんだろう、旅行とか美味しいものとかをこれから食べに行くのかな。一旦目標の400万人を突破したということでみんなすごい、まあ休んでください。そしていっぱい美味しいものを食べて、まあそうですね、言ってもみんなとはまだ何回かしかそんなにみんなとは会えてないんで、まあ、特に思い出という思い出はないんですけど、でもみんなねなんか結構怖いイメージがあったけど撮影の時はすごい優しくてなんかすごいなスマブラとかいっぱいやってあなんかちゃんと少年なんだなっていう年上だもん、うん、少年やってるんだちゃんとって思いました。来年もコラボしてください。2023年もね一緒になんか動画を撮れたりとかまた会える機会があれば嬉しいなと思っております。2023年もいい年にしましょう。じゃあみんないっぱい休んでね。本当におめでとう。嬉しいなぁ。可愛いな、可愛いな、めちゃめちゃ可愛い。コムドットの皆さん、400万人ということで、あの最近ですね、すごくプライベートでも仲良くさせていただいていて、あ、ヤマト以外ですね。なんだろう、結構そのカスタソでコラボとかはしてもらってたんですけど、それからというものなんかコムドット音沙汰なくてちょっと寂しかったんですけど、そうなんかでも前そう、それこそ24時間生放送でゆうたが呼んでくれたりとか、あとゆうた関連で言うとそのなんだろう、スカイピースの24時間生放送に2人で遊びに行ったりだとか、うん、あとあっちゃんなんかはね、あのカスコナと一緒にクリスマス過ごしてますから、はい、あと裏方さんとかもね、はい、あのクリスマスと一緒に遊んでくれたりしてて、こいつカスちゃんとこうなっちゃって遊んでたけど、まさかカスちゃんから言われるからカスちゃんだとユーマからなんか電話暇電みたいなのかかってきてて、ちょっとお話ししたんですよ。いや本当に最近仲良くなってるんだなってヤマト以外言うと、それが嬉しくて、でもコムドットのことなんか最近よりで好きになりました。はい、ということであの400万人ね、あのすごい険しい道のりだったと思うんですけれども、もうすごいねやっぱ有言実行で本当尊敬しかないです。多分目標を達成して落ち着いてると思うので、あの一緒にボウリングして遊んでください。めっちゃハマってるやん。コナンちゃんか。一緒にダーツしてください。バイバーイ。あーどうも、おかつです。こんにちは、ということでコムドットの皆さん400万人おめでとうございます。どうぞ。すごいなー、すごい。急に僕はね、コムドットのことをね、トロシャ10万人になる前から知ってて、同い年ということもあってさ、やっぱすごい、あのしかも YouTube 始めたの1年もないぐらい、僕2019年の3月だったんで、なんかすごい人たちがいるっていうのをね、前から知ってて、で、ヤマトくんが2020年の春ぐらいに連絡くれて、なんかコラボをしてくれてね、僕まだ登録者がその時まだ50万人ちょいぐらいだったんですけど、もうそういう時にもね、もうみんな気さくにね、声かけてくれて、で、おいおいってたこ焼き400動画を焼いたんですけど、僕なんかがいいのかなとか思いながらも一緒に撮ってくれて、で、僕も無事夏にね、100万人とか行ったんですけど、その前さ、あの、コムドットハウスに行った時に、みんな編集死ぬものくらいやってんのね、4時間、それこそあの登録者運動会のやつで、ね、4時間やのスポーツのやつ、あのバスケのやつかな、あれがそうめちゃめちゃみんな死ぬ物狂いっす、やべえと思って、もうそれ見てさ、あもう全然もう馬力が違うなとか思いながらね、僕も頑張ろうとか、思ったりしました。まあ来年もね、ぜひ、まあ、それこそアムギリ君とかは1回だけね、あのみんな何人かいるところの食事会とかで一緒になったことがあったんですけど、あみんなの他のみんなもね、ぜひ一緒にこれから仲良くできたらなと思ってます。定期的にね、なんかあのニコニコちゃんがうーってなんかインスタのストーリーとか上げましょう。ので来年もぜひ、頑張っていきます。まあ、僕も頑張るので頑張っていこう。あ、おめでとうございました。あ、来年も分かりませんか。俺でーす。コムドット400万人おめでとう。はい、どうもホーミーズの向田チュラシンです。当時コムドットが登録者1万人で、ホーミーズが2万人の時に初めてコラボさせていただきました。あの日なんかコムドット1人全然来ねえなと思ったら、ヒューガが現場仕事のバイトで遅れてくるっていう、今じゃ考えられないでしょ。コムレンジャーの皆さん、あんな時代もありました。来年もコムドット5人でね、何ちゅうタイミングで出てるんでしょ。ないと思うけどね、変なスキャンダルとか出て、あの
仲違いだけしないよ。そんな YouTuber いないですね。ないですよね。まさか。最後に僕たちホーミーズからコムドットにこれだけ伝えさせてください。コムドット、なんだこれ、なんだこれ、いよい、コムドットのみんな400万人突破おめでとう。プロ入りながら生配信見てたんだけど、見てるこっちまで脳内物質がドバドバ出てきたよ。半沢直樹最終回見てる気分になってスカッとしたね。人間にはいろんな欲望がある。喉渇いて水を飲みたいっていう欲求とはまた別の次元で、出世欲、創作欲、これを満たすために莫大な時間と喜怒哀楽の感情を大和ヒューガ、あっちゃん、ゆうま、ゆうた、裏方全員含め人生限りで費やしてきた。そして逆境に立ち向かい結果を残した。視聴者さんに分かってほしいのは、俺すごくファンの力もあってのことだと思いますが、俺9年やって登録者330万人やぜ。小室と4年間で400万人、これどういうこと？つまりうちらはオワコンってことです。オワコン。私たちは今年の9月に初めてコムドットさんとお会いしました。もうその時に私はあのコムドットさんのストイックさと、あのもう美貌でもう心を打たれて、あの YouTube 続けていこうかどうかっていうことをずっと悩んでたんですけど、就職決定 YouTube に進んでいく覚悟が決まりました。ありがとうございます。ただまだ戦い終わっていない。俺ら YouTuber 死ぬ間際、病院で鼻にチューブ入って点滴されて、こう死ぬ間際動画撮ってて、こう死んだら手がカクンと落ちてカメラの録画停止ボタンを押す。それまでが動画投稿だ。その停止ボタンを押す直後で勝敗が決まる。それが YouTuber としての最後だと俺は思ってる。また俺ら東京引っ越すから遊んでくれ。おめでとう。おめでとう。おめでとうコムドット。おめでとうコムドット。おめでとうコムドット。こんにちは。コスメティック田中チャンネルの田中です。コムドット400万人。おめでとうございます。大きくなったね。コムドットとの仲は今年の5月ですかね。大和コムとのあのソロ動画で一緒に撮らせていただいて、メンバーの皆さんとも、ま、軽く挨拶させていただいて、覚えてますかね。まあ、僕は記憶にはすごい残ってます。帰る時とかまで見送ってもらって、なんか温かい気持ちになりまして、みんなのこと大好きになりましたね。スタッフのポンさん、ヨネさん、大田さん、松源さん、トペさん、龍馬さんも私もお疲れ様でした。すごいすごい、やっぱ優秀ですよね、チームが。まあ本当によければまた一緒に動画撮りたいです。ヤマト一世のでバンバンザイチャンネルです。バンバンザイ、はい、はい、なんか落ち着くわ今日。何、ちょっと待って、今日はうわって何、今日は何ってゆうたくんの真似して。あ、OK、じゃあゆうたの真似で、ゆうたの真似でって、今日は何、祝400万人おめでとう。おめでとう。嬉しいな、本当にこの家すら落ち着くもん。ちょっと待って、やるでって何？何やねん。いや、みんなね、無視しちゃった。無視しちゃったもんね。みんなの名前やろうかなと思ったけど、さすがに尺あるかな。まあ、改めて、はい、コムドット400万人本当におめでとうございます。おめでとう。生配信の時にね、私たちも一緒に迎えさせてもらって、うん、本当になんかあの今までは結構友達として動画を撮ってきたりとかね、うん、してたんで。正直あの仕事の面とかちゃんと一緒に見れてたわけじゃないじゃん、はいはい、そうだけど生配信の姿を見てもう本当に人として惚れました。いや本当に、いやマジでかっこよかった。マジで全員がかっこよかったよね。本当にかっこよかった、うんうん、やっぱね本当に不可能だと思われることをね、うんうん、可能にするってね、なんか、うん、こんなかっこいいんだって思った。そうね、こいつマジで無理だと思う。マジで無理ですけど、めっちゃかっこよく見えただろ。実は年内300万人のマジで無理だった人の人がちょっと出していたんですけど、結構出してる、ちょろじゃなくて、チャンネル登録お願いしますって言い続けたけど、うん、こうだった。そうそうそう、でもまあまあ、うん、あのまだ諦めてない、うん、そうね、まだねコムレンジャーの皆さんがいるんで。そうですね、お願いします。大事なのでもなんか真ん中顔ふざけすぎだろ。一緒にさ呼んでもらったりとかしててさ、うん、正直さあのすっごいコムドットってもうどんどん上に行ってるわけやん、うん、だから、まあ、うちらはさ結構止まっちゃったりとかしてるから、その動画とかも、まあ、次呼ばれるのかなっていう、うん、まあ、ちょっと心配はあったのよ、うちら自身も。だけどもう全然ね見放さず一緒に動画撮ってくれたりとか、うん、飲みに行ってくれたりとか、ね、いやそうね、うん、
まあサムネ大体左上なんですけど。欠席やな。体調今年来年か、うん、2023年は、はい、もう体調マジで万全にできる体作るんで、うん、ちょっと本当に僕らもね、コムドットを応援抜かせるぐらいね、また勢いつけたいと思ってるんで、うん、ちょっと本当に頑張るんで、うん、はい、本当に配信の場にいた時に思ったのがすごい刺激もらって、うん、てか1回目 あのコラボの時に刺激をもらったのよ、まず、うんうん、あ、バンバンザイも頑張らないとなって思ったのと同じぐらいまたもらったから、うん、ちょっと今年は、来年か、来年はもっと頑張りたいと思います。はい、なので一緒に YouTube を頑張りましょう。本当におめでとう。おめでとう。いや、嬉しい。こんなんだな、なんか、おお、ムドットさん、チャンネル登録者数400万人、まさかの、おめでとうございます。まさかの角度できた。はい、というわけで、改めてチャンネル登録者数400万人おめでとうございます。改めてくれた。かわいいとは、本当にかっこいい先輩であり友達が400万人言ってくれてめちゃめちゃ嬉しかったし超感動しました。いつも編集とか撮影とかめちゃめちゃこだわって努力して頑張ってるのを見てきたので、もう自分のことにより嬉しかったし、本当にコムドットのおかげで私も YouTube 頑張れてるなって毎回会うたびに思わせてくれる存在なので、これからも仲良くしてください。本当大人かわいいし、バイバイ。二十歳や、すごいな。400万人、おめでとう。あれあれある、ジャニー置いてる、いるじゃん。コムドットは目標を決めたら絶対達成すると信じてました。本当にかっこよかったです。これからもキラキラ輝いて YouTube 界を盛り上げてください。バイチャルー。うわー、ちょっとなんかすごいな。あれめちゃめちゃやってない。チャンネル登録者数400万名様、達成大変おめでとうございます。今始めたぐらいのかもしれない。様々な逆境があったと思いますが、それを見事に乗り越えられて、どこなんだよこれ、その勇ましさ、私尊敬しております。仕事の途中なのか、これからも皆様らしくかっこよく、そして時には甘えてみたりなんかして楽しんで YouTube を見ていきましょう。途中のがね、一応本当におめでとうございました。近くで努力をしているお姿を、ね、見させていただきまして、私たちも活力になりたいといいますか、私も頑張るぞっていう気持ちに、ね、させていただいて本当に感謝しております。これからもね、緩まるのかな、ちょっと抑えるのかな、わからないんですけど、たまにはね、友達同士のような時間をたまには過ごしましょう。いい声だな。8人、8人、7人だ。S4R 始まりフラミンゴ締めでしたけれども、いいです。やっぱり言葉熱いですよ、みんな。うん、いただきましたよ、この新世代ブロック。いや素晴らしい。なんかやっぱ一緒にこう少ない時から登ってきた人もいたり、うん、上に来てから絡んだ人もいるけど、いや一緒に時代を作ってきたんだなっていう感慨深い気持ちになりますね、やっぱね。うん、まずはポワールさんですよ。うん、今年マジめちゃめちゃ一緒にいたからね。いやいたよ、俺もだって今年圭介君で一回飲んでるからね。あ、そうかそうか。やっぱエスコズバ抜けて仲いいね。だね、俺だってパッて連絡しようと思ったら地元の友達の次にエスコだ。連絡しやすいし、そうしやすいんだよね。そう、すぐ出てくれるし、来れないから全然来れないで断ってくれるから。おかしいけどね、やっぱ後輩がこの何十キロ先の先輩を呼びつけるっていうのは、ね、いや、でもあれじゃ、飲んだのはどっか都内みたいなことでしょ。え、じゃあ吉祥寺吉祥寺で、その飯食ったのもその都内みたいなことで吉祥寺じゃん。じゃあ、まあ普通にその俺はあれよ、もうここに圭介君が来てて、大和とかが多分呼んで、でそのまま帰る、俺編集なかったから一杯飲んで帰りますかっつって帰ったの。あパターンとしてはね、こいつは呼んだの。いや、俺は新宿とかにいて、
2人とも。俺原宿にいて、圭介くん新宿にいて、で、あっちゃんがこの地元の方にいたから、じゃ鍋食いたいっすねってなって、鍋の美味しい店、じゃあ、ゆうた頼むわ。って言われたから、あ、ここうまいっすよって吉祥寺の店で言われた。え、ほんとまさかだよね。吉祥寺やないで。うまいなっつって。送ったから、その後。ああ、そう、ジャズなんで送った。めっちゃ怖いな。ケスケくんすげえ、来てくれたりするけど、うん、俺、企画もそうだし、なんか、その移動中とかも込みで、やっぱその、ケスケくん以外のメンバーともすごい喋る機会あって、ほんとそうだよ。めっちゃ仲良くなった気がするな。ガチャマくんとかマジ仲良くなったな。俺めちゃめちゃ電話かけてるもん、しょっちゅう。距離の詰まりがだいぶえぐい。で、俺はやっとそのハン君の本当の魅力に気づいた。いや、ハン君が、マジで魅力的だよ。今年出てたね。今年出てたよね。本当に一番コミュ力高いよ、人間で。うん、誰にでもあんなに接しやすい人いないね。もう全クリエイターが一番ハン君と多分気許して喋れる。うん、素晴らしい人柄だよあれ。いやー、もう本当にぜひぜひ来年もこっちが引っ越してきていただいてね。また仲良く一緒に YouTube やっていきたいねっていうことですね。もっちゃんも悩むしだから、うん、もっちゃんがいてくれることでね、やっぱこの関係性がね。ヒロもいいやつだしね、本当に。ヒロっていうのヒロってバカ可愛いんだから最近ね。上がってきてる可愛さが。いいね。サッカーでギャップ見せてたし、うん、見せてた。あれマジかっこよく、マジ惚れ直した。エスポいいなぁ。エスポはいいよ。ずっと YouTube やってほしい。エスポの動画やっぱ見ちゃう。見る。俺めっちゃ見るもん。とか一番見るかもな、最近。だからやっぱ仲いいと見る。見る。俺ね、ハン君とヒロト君の絡みが面白すぎんだよ。お前これヒロトの好きなやつやのやつが多すぎて、そのくだりが。ハン君嫌いやん、ヒロト。いや、ハン君嫌いやけど。ヒロト君意外と冷たいんだよね。食うわ、食うわ。分かった、食うわ。言って食わされて、まずい。お前まずいやみたいな。マジで、マジで何その絡みみたいなのをずっとやってて、二人で。ハン君がすごい好きなんですよ。ハン君がすごいヒロト君好きで、ヒロト君まあまあまあみたいな。なんか採用してるみたいな感じで。すっごい面白い。あそこが一番の魅力。いやー、エスポあって、で、同じ犬群のね、パパラピーズ。そうだね、もう船田説出てたの忘れてたわ。ね、ギュッと仲良くなったからね。今年初コラボか。そうだ。うわ、そういえばだね。いやー、ちょっと7000キロカロリーリレーマジ楽しかった。マジ楽しかった、うん、俺だけ倍合ってるからな、みんなの。そうなんだ、うん、貸し出しでも行ってるからさ。確かに、うん、犬群ではね、また打ち上げしようみたいな話になってますから、ね、したい。もうやりたいこと多いわ。ちょっと来年ね、また犬群との動画もお楽しみにということで、うん、続きまして、サワヤン。サワヤン、サワヤンお世話になったなぁ。ことやもんね。サワヤンは、ユータというの、うん、クリエイターオールスターというのもあるし。いや、まあ俺実はなんだけど、結構その400万に達成するまでずっと澤さんと結構定期的に連絡取らさせてもらってて、結構ね熱い言葉をねくれるんですよ。熱い人だからね。めちゃめちゃ熱い。しかもマジ俺らに対してさ、うん、勇気くれるっていうか、バックにいる感。一緒に飲んだ撮影の帰りのハグ、うん、マジ力もらえたの、うん、ヤンも可愛いし、ヤンの愛の手が、ヤンの愛の手マジ可愛かったね。いや、むちゃすごいよ。むちゃかっこいいって、ほぼお兄ちゃんって言ってるのと一緒だから。ヤン可愛いんだよ。成獣しに来た、来てくれた。俺飯も2、3回行ってるからね。バレエの関係でなんかずっと味方でいてほしいね。うん、 YouTube 澤さんからもらった言葉で一番印象に残ってるのが、結局愛と感謝と狂気、これがもう人間の全てだって言ってて、それ小物全部持ってるから、そのまま400万人突っ走って絶対いけるっていう、はあ、LINE をいただいて、もうそれめっちゃ嬉しかったし、400万人祝いの飲み会も俺やるから言ってくれてるから、うん、それも楽しみ、楽しみ、半端ないよな、やっぱ来年楽しみですね、うん、で、仲間兄弟、兄弟、兄弟ね、まあ、やっぱかましてくる、かましてきたね。これ一発撮りなのかな。いや、一発撮りじゃ、それこそこの後のストーリーみたいな JT が上げてたよね。あ、ほんと300万人は行かないよみたいな。あ、ほんとゆるめのストーリー上げてた JP 君。JP 君はだって最初あやちゃんとの単体コラボの時にいたんだもん、ね、そうだ、だからあやちゃんが個人チャンネル来た時に、 あやちゃんが多分一人じゃ不安なんで兄呼んでもいいですかみたいな、そうので、幼児山本かな、そうかぶって、うお、JP 君だみたいな、 JP 君来て、 JP 君原宿で見かけたんです、電車見てでかかったんですよみたいな話とかしながら盛り上がって、まだザクロラリアット時代の時代。そうそうそう。ラリアット時代だよ、ほんとに。え、中町兄弟やってない？やってないよね。やってない。
中町あやチャンネルに来た兄だ。うん、ただいやそう考えると長いっすね。長い長いよ、うん、考え深いっすね。一番最初の新世代じゃないだってあやちゃんが。そうだね、からか。いやまあ来年300万人いくって言ってた。言ってますからね。注目の2組で本当にぜひ行ってほしいですけど、続きまして福山くん。おー、まくあさみが多分パネル出演っていう感じなんだけど、体調不良かなんかかな。いやあのねもう多分年内の撮影終わってんの。クレマあで一緒にいなかったんだ。そうそうそう。で多分これスカイピースの生配信の現場から送ってくれてるから、ね、そうだね。確かに。いやーちょっとエアーちゃんがさすがに BG 爆発というねえ相当いいね。これはちょっと全男性 YouTuber が悶絶してます。悶絶してるよ。これだけショートの金髪を貫いてきたエアちゃんだからこそのこのギャップ。そうだね、ほんとそうだ。大丈夫か。いやこれみんな食らってんじゃん。ひとたまりもないんじゃない。食らってこれケイスケ君とか鼻血出てるよ。いや俺らは結構クレマ君とフラットに絡める立ち位置にいるやん、うん、そうだね。分かんないけど、クレマ君来てくれるしグッと。いやだって最初多分クレマ君と最初にコラボした男性 YouTuber 俺らやん。ゴチ、うん、そのレベルでクレマグってコラボしてなかった当時。そっか。そう結構回数えぐいもんね俺ら。めちゃめちゃしてる。だって全員にグイグイ絡めるもんね多分全員が。うんうぃーってかできるもん、うん、あ仲いいからね。めっちゃ仲いいイメージ。来年もなんか面白いことやりましょう本当に、うん、引き続きよろしくお願いしますだね、うん、で夜の人はない。うん、さあちゃんこうくんとどっちもふざけてふざけてますね。で、いちえちゃん100倍ぐらい可愛くなった。ちえちゃんは日々進化してますね。毎日可愛くなるよね。今年で言うとやっぱユーマともデートの企画でコラボさせてもらいましたけどね。やっぱ天才的ないちえちゃんのやっぱ人間性。いや相手はいちえちゃん俺がツッコミになるっていうね。ありえないからね。ツッコまざるを得ないってことはユーマがツッコむってこと。緊急だから。うん、本当面白いよな、このコウ君のこのトイレから撮ってくる感じ。普通嫌なんやろうな、コウ君。普通嫌いなんだよな。上映ウィークね。ケボンのトイレとかやろ、多分。このトイレとペーパーの感じ。どう携帯立てて撮ったの。どこに置いてるのこれ。あの鍵のこのところ。緊張してたんだろうね。落ちるかもって。いやー、これは面白いね。夜の人笑いはやっぱりほんとずっと面白い。ずっと面白いマジで。で切り抜きとかでも回ってくるけどずっと面白い。コウ君今男の子だけでグループやってるよね。あれ俺全部見てる。ほんとの TikTok とか面白いね。マジで面白い。頭いいよ。すごいねコウ君ってマジすごいよね。マジですね。また来年も僕たちも暴露する内容もないですけどコラボできたら嬉しいですね。で次がまるっと、どうもきりまるですという。きりまるちゃんね。きりまるちゃんもまだ関わってから間もないけど、うん、2人はソロで。ああそうだね、貸し出しで。そうです、うん、行って俺と言っただけ1回多いか。ゆうたがもともと付き合ってたかな。そうですね、多分そうだね。付き合ってたんですよ、ね、あら絶対付き合ってた。付き合ってたってない。え、付き合ってた。付き合ってねえわ。あの、カンコレ。カンコレの時のこの、で、あれ別れた後でしょ。で、俺らにさ、やっぱ小本さん、お疲れ様ですみたいな感じでやってくれて、あ、うんすみたいな。やったら、ゆうた君、またねみたいな。急に、ゆうただけめっちゃやってたから、え、俺らもう大騒ぎ。きりまるちゃんとお前付き合ってるやん。ありがとうございます。裏で大騒ぎでしたね。裏でマジで大騒ぎ。あら絶対付き合ってる。まあまあ聞いたところ二人とも違うと言ってるんですけど。はいはい。聞いたところ。いや二人ともね、もともと見てくれてたんだよ多分。あそうなんだ。先にインスタフォローしてくれててありがとうございますってなって、その次にカンコレがあったから。ああ、いやでもきりまるちゃんのそのゆうたがさ例えたけどその先生感、うん、ドンピシャですね、うん、しっかりした喋り方してるからね、うん、年上ですから。だからまた絶対撮りたいな企画ね。絶対でも、うん、もっと仲良くなりたい。面白くなりそう。来年もよろしくお願いします、はい。そして次がドゥーンですね。うわー、カスちゃんゆっくりやってたな。ね、ゆっくりやってたね。コナンちゃんこう撮ってんだから、うん、いやこう撮ってる。そのエロい写真集出したか。あか写真集出した。コナンちゃん写真集買うね。コナンのおコナン。大丈夫だよ。あんなコナン、こんなコナン。コナンのコナンは大丈夫。マジで。いや、結構やばい。おコナンは結構やばいぞ。おコナンは大丈夫。おコナンは大丈夫。バカお前。おコナンは大丈夫や。コナンちゃん目の前に言える？コナンのコナン、うん、見ましたって。お前度胸あるな。全然しもくないからね。オマンとかだったら大変だ。いや、オマンは。あんまお前ほんとやりすぎちゃうんだよ。お前だけやな。オマンは大丈夫だよ。お前ほんとやばい。お前やっぱやばいやつすぎる。お前なんかそういうのなかったっけ。リキアがさ
やったコナンのくだりあったやったやった。いや違うだからコナンの映画を池田と荻野となんか女子とか連れて見に行ってたんだよ、うん、でそれで木内とかもいてで、いやコナンもあるねみたいな、その時はカマソかなんか見に行ってたんだけど、うん、いやコナンめっちゃいい、コナンも見ようよって言ったら、いやコマンはいいでかい声、でかい声でね、いやコマンはいい、いやもう下ネタをその大声で言っちゃうからねまあ、言い間違いだと言う風に供述はしてるから、供述クソードツボった今日からカズエとキュウジとオルトリキアってやったんで、それ聞いたな。ルーンの話だ、カスちゃんだから、ルーンがね、コマンのいいよ、衝撃的な事実飛び出したけど、なんかクリスマス、ああコナンちゃんとカスちゃんとアッちゃんが一緒に過ごした何それ。3、いや、あっちゃんさ、お前ほんと大変なことだぞ、お前コナンちゃんとカスちゃんなんて言ったら美女なわけやん、もう世の中の男子からしたらさ、わっハスハスしてるわけよ男子は見ながら2人をそんなこと、ボウリングやらダーツやらをした、うん、あ、そうなの、あ、そうそうそう、だから今度ダーツと森に誘ってねって言ったけど、俺クリスマス3人、いや、ね、7人ぐらい主催してるかね、あっちゃんこんな美女連れて、いや、僕がもう諦めて家でネットリックス見てたところ電話くれて、向こうからだモテキやで、裏方も一緒に、これはまあ2人が責任取るべきだよね、あっちゃんは本気にしちゃう、いやそれマジで、本当だ、あっちゃんとコナンちゃん本当にあっちゃんにやりすぎないでください、これ逃れられないぞ、マジで好きになっちゃうからでも言っちゃうともう好きです、うん、あっちゃんはビッグラブ、これしかこれこの感じなんだけど本当なんですよ、そうなんだよね、これマジで付き合ってくれますよ、うん、言っちゃえばあっちゃんは付き合ってって言ったら、うん、一つ返事完成しちゃうよね、うん、絶対だからそこは上手にあっちゃんには友達として接してくれるのよ、でも全女性クリエイターはそうだけど、ね、マジそう、え、特にサオリン、マジさ、サオリンもさ、サオリンはやっぱ余裕であっちゃんのことこうやってやったりするでしょ、うん、あれとかマジやばい、え、好きなんだっけサオリン、あれはやばい、好きですね、てか、お前好きな人多いし、普通に、まあでも、ちゃんとその時はその時に分かるの、なんか好きになって、あ、無理だ、好きになって、あ、無理だ、みたいなのが多いけどな、カスちゃんは今年から、今年からだよ、今年からしかだいぶ仲良くなりました、カスちゃんめっちゃ仲良くしやすくね、しやすいしやすい、向こうからこっちなんちょっと、はい、嬉しいよとか言ってくれるとね、嬉しい、なんかちょっと誘う、いや、ちょっと来年もよろしくお願いします、お願いします、次はカッツね、カッツもうテンパってたね、終始やっぱカッツっぽい早い感じで勢いあったね、カッツ節、カッツ来てくれたからね、この辺そう、みんなにこう、なんていうの、こううちでコラボしてさ、編集してくれたはさ、来てよとか言うやん、本当に来てくれた、本当に来てくれるタイプの、そうそう、人だよ、でも申し訳ないのが、その来てくれたタイミングが追い込まれすぎてて、あーカッツありがとうから会話した記憶ない、まあ、ずっと編集してたよね、ずっと編集してた、俺ら全員ヤバかったからあれだって、うん、球技大会の後はさ、うん、もうパソコンベタ好きだったから、スマブラやったらどっかやってないできなかった、まあ、時間なんだ、ちょっとゆるい時に来てほしいね、もうそうね、いやちょっとカッツーね、あっちゃんもすごいカッツーと仲いいし、うん、遊びましたね一回、あっちゃん仲いい人多い、あっちゃん最近こういう深いよ、マジで多い、ちょっとねカッツーもありがとうございました本当に、ありがとう、でカッツーからのホーミス、おーつくね、僕は同じ仙台だ、仲たがいコンビがね、仲たがいだけしないように気をつけてください、いや笑わしてくれるね、やっぱ昔からの仲だからいいよ、なんか昔思い出させてくれる笑いっていうか、実は一番古いですから、ね、一番古い、地元の友達でできたぐらいの感覚、いやそうだね、マジで仲良さそうです、ほんとよかったよ、うん、心配したぞ、いつまでも仲良く、千葉市ラップ作ってくれてね、あれやっぱ千葉市ってラップうまいね、うまい、よかったよ、めっちゃ嬉しかった、あれめっちゃ力になった、ファンフェスでもあってますし、もう昔からの仲ですからね、お互い100万人ってかっこいいよね、もっともっとお互いね上で高みを目指していけるようにね、ちょっと来年も頑張っていきたいですね、でこれエイジーもねくれましたよ、いやエイジーだね、マジいやまあ、その新世代ブロックと言いつつやっぱどあの同級生ですからね、まあ、同世代ってことで、うん、まあ、歴長いから、うん、やっぱなんか見た瞬間 YouTube 見てる感覚に引き込まれる感じが、さすがだなって思ったね、ホントにマシンガントークみたいなのがうますぎる、うますぎるよね、マジで噛まないしワードちゃんと出てくるし、妹この顔よそりゃ、うん、この顔よ、妹この顔が正解だもん多分、笑ってたもん、何これだろうだって隣がやばい隣がはしゃいじゃってるから、
あのエイジにこれ電話でお願いしたんだけど、15分ぐらいコムドットベタ褒め。本当にすごい、本当にマジですごいっていうのをもう力説。嬉しいな。もう半沢直樹見てるみたいやった。あんな逆転劇、この人間が見せられるもんじゃない、作りもんじゃないなら、これは何なんだもうずっと言ってて。嬉しいな、マジで。実はエイジと一個約束してたじゃん、覚えてる、うん、400万人先に行ったらどうするみたいな話をしてて、うん、400万人この後が先に行ったらエイジ東京来ないみたいな話してて、最後ちょろっと言ってましたけど、ね、エイジ東京来る。いや、でかい。おい、マジでこの辺来てほしいね。いや、すごいね、マジで来るんだ。エスポとも仲いいし、一緒に遊んだりもできるから、ね、うん、妹も YouTube 続けますね、うん、ね、小松さんみたいに言ってくれて、それ動画でも言ってくれてたけど、裏でもガチ言ってくれてたみたいで、妹を本当に連れてってよかったわって、なんか受けてくれたんだよ。そうそうそう、嬉しいですね。次、コスメティック田中さん。いやー、田中さんね、一度だけしかお会いしたことないけど、ヤマトと二人でね。そうそうそう、あれも一個のなんか天気になった気がするんだよね。助けてくれたら、いなかったら言ってないよ。界隈がマジで違うから、なんか動画出演させてもらっていい機会になったなっていうのと、やっぱ地元のノリをね、持ってきてくれて、ね、面白い人だもん。やっぱあのユーモアですよね、それって。なんか一個人を楽しませようとしてくれる感じ、この後ろのこの背景もちょっと一個なんかふざけてくるみたいな。すごいいいことだね、言ってくれてたね、嬉しいこと。裏方の全員覚えてくる、ね、すごい、ね、うん、この人好きなのかなって思う。田中さんが好きでいてくれてるってことは、ね、すごい嬉しいこと。嬉しいですね。いや、ちょっとまたぜひぜひお会いしたいということで、うんうん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、ここからバンバンザイ来ました。落ち着きの安定感ですね、うん、こうパッて見るとさ、あと、そうだ、仲いいなって思う。もう、だ全員好きだ、うん、一人ずつ。で、来年はね、赤組でスノボ行こうみたいな話もありますから、うん、マジでずっと仲良くしたいわね、みんなと。ありがとう、バンバンザイ。いや、もうちょっとあの語彙力ないけどここに全部詰まってるもん、うん、バンバンザイが好きっていう。好き、マジで好き、バンバンザイのこと。感じで、次がね、とわひめ。とわひめ、姫どんどん可愛くなりやがる。姫、この間ね、動画撮りましたけど、急上昇1位いただきまして、うん、はい、やっぱね、花があるよね、とわには。とわは運動会ね、一緒にやった時、とわは100万突破してるからね、うん、いや、とわがさ、運動会スカイピストやった時泣いてたじゃん、めちゃめちゃ不安だったみたいな、うん、あの時にもうとわ一生守ってあげたいなと思ったもんね、うん、コムドットとして最年少だし、うん、すげえやっぱ不安な中東京来てたんだなって、うん、しっかりしてるから見落としがちだけど、未成年か、そんなにまだ。そう、とわね、やっぱり多分コムドット大事にしなきゃいけない。うん、これさっきないとは言ってたんですけども、サプライズキリちゃんっていう。いやー、キリちゃん、こうキリちゃんはこの短さに優しさが詰まってる、なんか、うん、コムドットへの思いが全部詰まってる、うん、動画なんか、ね、ジャーニーを見たりとか、めっちゃクリエイターだもん、そう、キリちゃんめちゃめちゃ感じた、また違う。先輩だしね、普通に YouTube が歴で言ったらめちゃめちゃ、これキリコだったもん。よくここまで仲良くなれたなぐらいさ、ちょっともう交わってこなかったから、もうこっちのおかげで、うん、これだじゃない。そして、新、同世代ブロックラストが、フラミンゴ姉さんたちが。本当もう姉さんたちだよね、もうなんか姉さんだね、やっぱ、うん、ちょっと不思議な動画だけどやっぱ愛あふれるという、うん、編集してくれてるからね、ね、相手を400万達成してからヘフラ、そう、忙しかったんだろうから、ね、そう、忙しかったから、全然本当に嫌な憶測は立てないでほしいですけど、うん、こうやってメッセージも送ってくれてますし、 LINE もくれてるしね、うん、グループライン盛り上がったもん、うん、嬉しいよ。なんかどこで撮ったんだろうね、これっていう雑誌かなんかね、あったんだろうね、そこはやっぱこういう道を利用してくれて嬉しいですね、うん、ということで、どうせブロックでしょ、盛りだくさんやん、嬉しい、はい、まだまだあるので、ちょっと次行きたいと思います、はい、次、おお、僕たちよりも年齢が上の皆さんからメッセージいただいてるんで見ていきたいと思います。はい、いきます。カイサク、トンボ、ヤサケ、ツネ、ナオ、リュウジ、チームカイサクです。今日は何、今日はコムドット400万人達成記念 VTR というわけなんですが、はい、本当にね、はい、コムドットさん、うん、400万人達成おめでとうございます。おめでとうございます。いや
このような VTR を作れて嬉しいですね。はい、我々で言うとね、チャンネル登録球技大会にもお世話になりまして、お世話になりました。僕だけではなくてチームカリサ君もお世話になってね、はい、本当に我々も刺激をもらってね、はい、本当に参加させていただきありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃめでたいよ、マジで。いやめでたいわ、本当にね。もういろんな思いがあったと思うんです、うん、もう重圧すごかったと思うんです、はい、ぶっちゃけた話、うん、雑音もいろいろあったと思うんです、うん、そんなのを全部押しのけて、はい、達成したコムドット、はい、かっこいいよ、本当に有言実行、有言実行かっこいいよ、うん、だがしかし我々、はい、まあ仲間は仲間かもしれません、はい、同じ YouTuber として、うん、ただしかしね、うん、ライバルでもあると思う。そりゃそうや、だから私カイサック、はい、コムドットに次ぐ道を譲ってくださいね。はい、そこそこ受けたと思いますそこそこ受けててほしいです。受けててほしい、うん、本当に、はい、長くなっても仕方がないので、はい、この辺でおいとまさせていただきます、はい、ドットさん本当に400万人達成、せーの、おめでとうございます。ありがとうございます。どうも中田です。コムドット400万人登録者突破おめでとう。すごい、嬉しいな。素晴らしい、素晴らしいね。いや本当にね、我がことのように嬉しいです、コムドットね。いやー一時期はね、いや行くのか行かないのかちょっと間あるんじゃないのと、無理なんじゃないのなんつって、いろんなことあったね、いろんなことあったけどさ、ものすごい追い上げて到達しましたね。すごいよ。いやなんせ2022年ね、本当にお世話になりました、我々のやってるウィンウィンウィンという番組ね、大和くんが来ていただいて、そこからコムドットね、全員とのコラボさせていただきまして、難しいね。そこからさらにね、また大和くんをお借りしてですね、大和カシマスの企画で対談させてもらったりとか、本当ね、ご縁だなと思っております。その中でね、生配信とかもすごい頑張ってたじゃないですか。で僕なんかね、お邪魔かなとか思いながらね、うん、浦田、ユーマがね、やってる時にちょっとね、コメントしてみたりとかね、しました。それぐらいですね、行ってほしいなと思ってたけども、もしかしたら、もしかしたらと思ってる中で、やったね、道開けましたね。いやすごいよ。ここからですね、さらに飛躍していただけるかというふうに思っております。私もね、ものすごい刺激受けまして、俺も頑張るぞと思ってね、今年も頑張りたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひいい関係で続けさせていただければと思います。ゆうた、ひゅうが、あむぎり、浦田、そしてやまと、本当におめでとう。いやー嬉しい。でも、やっぱりうわ叫んでんじゃん。いや、このまま始まる。コムドットの皆さん、ちゃらんでんじゃん。あれなんだっけ、400万人、年内達成、誠におめでとうございます。もう、すごいですね。やべえだろ、勢いが。もう僕も勢いがすごすぎて、今何時だと思います？夜中の3時です。そう、呼ばれ、飲んできたので今回は、お祝いのメッセージということで、私記憶ないやろ、ビオリオネスはリュウジです。何週タイミングで言ってんだ。まあ、コムドットの皆さんとね、前にコラボさせていただいて、そのね、この動画に続けて、動画を見せていただいたんですけども、やっぱり中身の勢いがすごいって何回言ったんだと。そして、今日はこの深夜のテンションで撮っておりますね。ちょっとテンションおかしいですけども、ここで、私がですね、やっぱりこの、2023年のこれ撮ってる の29日なんですけど、これ12月29日なんですけど、2023年のコムドットを、私がちょっと氷占いというね、占いをやってるんですよ、はい、実は占い師、副業で占い師やってまして、でこれを、ね、コムドットの皆さんにちょっと2023年占いをしてさせていただきます。動きがもうこのグラスにこの氷が満杯に入ったらコムドットの2023さらなる躍進がございます。このコップに早くしてくれよ。お金飲みます。食べるよ。もう
切りました。それではこれではいきたいと思います。はい、もう何あれまだまだのということで皆さん、あ、コムドットの皆さん、氷が全て、グラスの中に入りましたので大吉でございます。はい、ということでコムドットの2023最高の年になる、さらなる飛躍をするということで、そして私がこれからさらなる飛躍をしていく。飲みたいだけだ。飲みたいだけ。いや、僕はやっぱりコムドットの皆さんと、やっぱりあのね、コムドットの皆さんとあのやっぱり共に飛躍していきたい。だから今僕が飛躍します。じゃあコムドットの皆さん、何のために抜いてたんですか。500万人おめでとうございます。乾杯。じゃあ、これからもよろしくお願いします。あ、今度飲みに行きましょう。はい、やべえ、やべえ、やばいよ。最後やべえ人いたよ。送ったこと知らないだろ、多分記憶なくて。ちょっとやばすぎたね。ちょっとやばすぎたと思うんですけれども、ね、いや面白いわ。大人枠ね、3組の方からいただきまして、はい、まず1組目が、カジサクさん、うん、カジサクさんなしでは今年のコムドットはなかったんじゃないかなというほど。本当そうだよ、マジでいろんなところで助けてもらったよ。普通にコラボもさせてもらったし、うん、ヒューガーと俺は貸し出しで、うん、チャンネルお邪魔させてもらったし、なんといってもチャンネル登録球技大会一緒にリーダーとして、大会を作っていったので本当に頭が上がんないと。うん、24時間ライブも来てくれてるからね。うん、マジで。まあ、そして開作メンバーの方々にもね、いろいろバーベキュー助けてもらったりとか、うん、球技大会盛り上げてもらったりして、あ、仲良くなれたな。いや、うん、メンバーの人とも仲良くなれたよね、うん、マジで。本当にいいチームですね。マジでいいチーム。まあ、開作さんが良すぎる、まず。で、このノーカットで完成した動画でしょ。やばいらしい。トンボさんのアイノットって世界一なんです。世界一。あっ確かに。最高。来年もぜひぜひなんか一緒に ねでかいこと一緒にやりたいなと思うので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてあっちゃんですよ。あっちゃん、いやー嬉しいね。やっぱなんか本当嬉しいわ。重いっていうか言葉が、俺普通に先生から言葉もらってる気分だった。マジでそう、マジでそう。すごいお世話になった先生から褒められたみたいな。最後の名前呼ばれてる時も返事しちゃいそうだった、うん、もう大丈夫だ俺らはって思えちゃう、うん、嬉しいね。あっちゃんも俺らもずっとこう気遣ってくれてさ、うん、シャネルのあれがあった時も動画出してくださったりとか、うん、出してくれてね。俺は2回かなって、ジャムのチャンネルに出演させてもらったりとか、コラボもさせてもらってるし、まさに僕たちのこの、なんていうの、視聴者の層が変わるタイミングの転機になってくれた人ですから、うん、あっちゃんが。全部に意味があるね、やっぱ2022年は。いや、ほんと来年もぜひぜひ。いや、なんか面白いことやりたいっすね、あっちゃんと。だってこれ、冷静にやばくね、カジサックさん、中田敦彦さんって、俺ら子供の頃から見てたスターだ。やばい、マジでやばい。その人たちからのおめでとうメッセージはえぐいし、ガチ褒めてくれてるし、尊敬してくれてるってことね。すごすぎるね。すごすぎる。いや、頑張ってきてよかったね。よかったな。で、ラストが、あ、いいんじゃない。一応やってくれてる。いや、いいんじゃない。めちゃ先輩だから、ね、一応。いや、分かってんだけど、やってることがちょっと不思議すぎたから。いやー、相当やばい人だね、やっぱりリュウジさん、ね、料理の腕マジすごいもんね。参考にするもん俺、家とかで。やっぱね、 YouTube 見ちゃいますよね、リュウジさんの動画。マジ見ちゃう。やっぱね、素敵、動画作りとかも含め。最近鍋作ったんだけど、リュウジさんのやつ見ながら、その出汁の作り方みたいな。ああ、いいね。
ちゃんとやりましたね。いやちょっとまたリュウジさんと一緒に動画撮りたいですね。飲みも行きたいね。それも革命コラボマンスの時は。そうそう、6月だ。すごいたくさんの人にお世話になってもいいチームだったしね、リュウジさんも。いやいい、嬉しい動画でしたね。嬉しいね。リュウジさんらしい動画を撮りました。ありがとうございました。ありがとうございました。これ大人ブロック終わりましたけど、もうすでに盛りだくさんで、すごい、こんな、もう本当に1日2日でもらってる動画だからね、これやばい、うん、もうそれだけみんながこう動いてくれたっていうことですけれども、こっからちょっとクリエイターではない方々が、ちょっと職業がね、また違うところから動画いただいたので、ちょっと見ていきたいと思います。すごい。じゃあちょっと特別枠です。はい、いきます。コムドット400万人登録おめでとう。やばい。自分も音楽始めてすぐの頃だし、みんなも確か YouTube 始めたか始めてないぐらいの時にあって、でもめちゃくちゃみんな、いいグッドバイブスだなってずっと思ってて、最高だなと思ってて、そしたら気がついたらもうこんなみんな400万人、本当にだから俺も心から嬉しいです。でこれからもめちゃくちゃ応援していきます。だからみんな健康に気をつけて、これからもめちゃくちゃかぼしてください。とりあえず400万人おめでとう。おわっ、400万人達成おめでとうございます。友達とか焼き肉屋です。ということで400万人という本当に大きい目標を、どういう次元公言するっていうのはすごいことですし、すごいプレッシャーもあったと思うし、いろんな意見の中でこうやって有言実行するっていうことが本当に本当に素晴らしいなと思っています。もう感動しました。ということで、大和くんと裕太くんとは共演させていただいて、その後にコムドットさんの生配信にも呼んでいただいた応援なんですけれども、まだ、別の他のメンバーさんとはお会いできてないので、今度 YouTube コラボするというのをすごく楽しみにしています。いや本当にね、感動したので私も皆さんに負けないように YouTube 頑張りたいなと思いました。ではコラボ楽しみにしています。おー、下敷き使ってました。おー、400万人突破おめでとうございます。マジか。テレビアナウンサー西山喜久恵と山崎ゆきと杉原千尋です。いや先日はね、コムドットって何の収録で大変お世話になりました。嬉しい。娘にまでコメント本当に嬉しかったです。喜んでました。すっごい喜んでた。もうびっくりしてた。杉ちゃんも大ファンだから、はい、もうずっと応援して見てたコムドットさんだったのでお会いできて本当に嬉しかったです。今も見てくれてるよ。ありがとうございます。おめでとうございます。私たちも YouTube チャンネルやってまして、まだ登録者数6万人ほどなんですが、8万人突破した際にはぜひ約束していただいた通りコラボをお願いします。ぜひぜひだ。頑張りますので。頑張りますよ。頑張ろうね。 YouTube リーダーとしても頑張りますので、はい、皆さんよろしくお願いします。改めておめでとうございました。おめでとうございます。嬉しいな。コムドットの皆さん、チャンネル登録者数400万人突破おめでとうございます。ラッパーシンガーソングライターのノベルコアです。なんだかんだ言ってね、ラファエル野球拳の頃から、動画を見させていただいていて、それこそ動画に何回か僕の名前も出てきたこともあったりしてすごく嬉しかったんですけれども、改めて400万人突破、本当にですね、この大きな目標を掲げて、いわゆるビッグマウス、大口を叩いて何かに向かって突き進んでいくっていうのは決して簡単なことじゃないと思ってます。僕たちアーティストも、同じようにですね、大きな夢だったり、そういうものを掲げて口に出すことによって、現実にしていく職業ですので、痛いほど気持ちが、わかるんですけど、
これはね、本当味方以外の人たちも必然的に増やすリスクを背負うことなので、本当に皆さんも僕たちが想像できないぐらい、大変でしんどい毎日だったかなと、思います。ですが、コムドットの皆さんが、リーダーのヤマト君を筆頭に僕たちからも見えないところで、めちゃくちゃ、謙虚にまっすぐ真摯に YouTube と向き合い続け努力し続けていたのを僕たちは見たり聞いたりして、知っていますので、今後もコムドットの皆さんの活躍心より応援しております。ライブとかで直接会える日楽しみにしてます。うわ、嬉しいな。チャンネル400万人おめでとうございます。うわ、ごでした。コムドットの皆さん、ご無沙汰してます。坂上忍です。コムドットさんの、YouTube の登録者数が、400万人を突破したそうで、とてもすごい偉業だなと思っております。僕はコムドットさんの番組に、先日、ゲストで出演させていただきまして、正直、コムドットさんという存在を存じ上げていなかったのですが、ちょっと勉強不足で、ただ、一緒に共演させていただいて、とってもなんて言うんでしょう、バランスの取れた5人さんというか、すごくリーダーシップを発揮して頑張ってらっしゃる大和くんをはじめ、皆さんのキャラクターがなんか若々しくて、でもすごい一生懸命でいいな、いい5人組だなと思って、共演させていただきました。とはいえ私もうすでに55歳、コムドットさんのお父さんの年と言っても、不思議ではないと思いますけれども、これからも、ずっとずっと応援してますんで、5人でコムドットさんらしさを忘れずに頑張っていただけたらと思います。私今、今年の4月から、開業させていただきました動物保護ハウス坂上家から撮らせていただいているため、あちこちにポチかぶってるかぶってる、ワンちゃんがおりますが、お忙しいとは思いますが、気分転換がてら一度我が家にも遊びに来てください。それじゃあみんな頑張ってね、またね、坂上でした。すごっ。おー、アムタン、ニャンニャン、そしてコムレンジャーの皆さん、こんにちは。チャンネル内コラボでいただきました、ヨキョウです。チャンネル登録者数400万人、本当におめでとうございます。心の底から震えました。今回最後の目標にするっておっしゃったと思うんですけど、このね、最初にこう終わりを決めて戦うスタイルがすごくストイックでコムドットらしいなというふうに勝手に思って心を動かされていました。そんな私が思うコムドットのストイックエピソードは、3年前一緒にコラボさせていただいた時に、休憩時間に大和先輩がノートに手書きでスケジュールとか企画案とかをもうびっちりメモで書き尽くしていたことと、あとこう撮影が終わった瞬間にこの5人で顔を揃えて真面目な顔で、今回の本当にお家大丈夫かなとか面白いかなとか話し合っていた姿がとっても印象に残っています。50万人達成の時にお世話になったからって感謝の電話をかけてくれたことも本当に嬉しかったし、私のようなちっぽけな人間でも身近な人から遠くにいるファンの方々までまんべんなく全員に感謝と愛を伝えられるところがコムドットが支持されている大きな理由の一つなんじゃないかななんて思います。未だに毎日コラボ希望の DM が来るので、ぜひまた一緒に動画撮ってください。3年前から死ぬほど忙しそうにしてた皆さんですけど、もう今なんてね、もう命が何個あっても足りないんじゃないかってぐらい、またさらに忙しくなってると思うので、命大事にご自愛くださいね。じゃあバイバーイ。うわー、いやー嬉しいな。コムドットのみんな、おー、400万人達成誠におめでとう。うわー、どうした。すごいね、本当に、リスペクトしています。そしてサビ早歌いめっちゃ楽しかったです。優勝トロフィー家に飾ってあるんでいつでもリベンジお待ちしておりますということで本当におめでとう。ナオトインテレビでした。
コムドットの皆さん、おめでとうございます。サラリーマンラッパーのボズです。うるせえ奴らを目の前にリーマンの登場だぞ。盛り上がる準備できてるやつ、低下してくれ、ワッサッペン。ということで、改めまして400万人突破おめでとうございます。本日はそのお祝いを兼ねてメッセージを送らせていただいております。先日の、400万人突破ライブでヒューガ君が言ってくれていた通り、実はまだお会いしたことがございませんが、本日はファンの一人としてメッセージを送らせていただきました。嬉しいな。パワフルで挑戦し続けるコムドットに力をもらっておりますし、いろいろとお話ししたいことはあるんですけども、本日はその感謝とですね、お祝いの意を込めてラップを作ってまいりましたので、こちらもぜひ聴いてください。タイトルは2018-1001。 いやあっという間に過ぎ去る日々、日陰から日向へリアルを聞き、地元のノリも全国へ一直線、青信号 U ターンなし、 Yeah 伸ばすアームギリギリ、時もある気づきは日本の YouTube メンバーズ、その姿 Like 宇宙戦艦、見事達成した400万。改めまして400万人突破おめでとうございます。かっけー、かっけー。はい、おめでとうございます。すごいよ、超豪華、すげえわ、ちょっと、いやマジか、これやってくれんだって人がやってくれてるわ、ちょ全員ヤバかな、やばっ、やばいねこれ。まずメンディーさんから、メンディーさんありましてね、サビ早歌いでもお世話になったし、24時間のジェネレーションの TV 出させていただきまして、うん、もうなんかすごいあったかく感じるわ、メンディーさんを見るだけで。おメンディーいただきました。安心感すら覚える、まだそんな何回もお会いできてないね。でも一応この動画くださいってお願いをする前にも一応メッセージいただいてる。どういう、いいですか、ボイスメッセージなんですけど、メンディーさん、すごい、俺盛り返しエグすげえ、え、うわーやばい人だ、やばい人だ、メンディーさん、やっぱりエグい、エグい人だ。いやめちゃめちゃ嬉しいよ、やっぱそういうことやってくれる時点嬉しいっすよ、ね、最近ちょっと会いたい人とか時間作りたい人多すぎて困るわマジ無理だもん、どうしよう。ぜひ来年もジェネレーションの皆さんとも YouTube なんか企画できたらいいなぁと思ってると思うので、ぜひぜひですね、来年どうかタイミングがあればよろしくお願いします。そして続きまして、エイト君。いやエイト君なぁ、俺は一緒に飲んだこととかもあるからさ、うん、ナイスガイだからね、ナイスガイだよね。横浜住んでんのかな、横浜出身で、ね、浜の、うん、いい人なんだよ、めちゃめちゃ。俺らがバンって来たのと香水がバンって行ったのってどっちが先、先香水が、ああ香水は俺らがまだドライブめっちゃしてる時にで、だ香水借りたりしてたよ、うん、エイト君で出てくるんじゃないか疑惑をサムネに、そうユーマが似てるからって言って、あエイト君ですみたいなやつだよ、うん、で今なんか海外にも挑戦してるよね。そうそう、エイト君すごいよね、やっぱ本当にめちゃめちゃチャレンジャーだから、うん、これからもなんかね、一緒に頑張っていけたらなと思います。はい、そして伝説のともちん、ともちんくれるんだ。いやー、俺とあっちゃんだけだもんね、会ってないの、うん、これやばくない、同級生を連れてきてここで証言させたい、これぐらい、これがどれぐらいやばいのかっていう感じ、やばすぎるよ。 YouTube 楽しみにしてますって言ってくれてる、ね、やばいよマジで、だって会えるってことでしょ。そうだね、いやちょっと嬉しいですね、うん、しかもともちんめっちゃちゃんと動画とか見てくれてる、ね、コメントが熱かったわ、うん、ちゃんと知ってくれてるか、いや嬉しいですね、本当に。続きまして、コムドットって何の、ね、収録の時にお世話になったアナウンサールームでお会いさせていただいた、西山アナと山崎アナと杉原アナです、うん、これはちょっとまさかというところでした。いやそうよ、だって俺らからしたらまあ有名な、うん、富士の女子アナですよね、もう夢ですよね、富士の女子アナに会うことですらさ、うん、でめっちゃ嬉しいんだけど、めっちゃ嬉しいよ、うん、コムドット娘が好きとか自分 本人が好きとか、杉原アナめちゃめちゃ好きみたいな感じで、うん、コムレンジャーの感じだったもんね、うん、
回ってないところで目のキラキラとかカメラ止まった後にもちょっとサインとかさせていただきましたけども、うん、8万人いったらコラボっていうのをあのテレビに言ってるんで、あと2万人いやー、うん、ほんとこんなに可愛い人たちがさ普通にこの人マジで好きって思ってるのすごいよ。やべえくね、やべえやべえことだよこれは。ちょっと嬉しい、うん、嬉しすぎるねこれはね。いやー本当にありがとうございました。本当忙しい中、そしてノベルコウ君。いやーこれびっくり、えぐいよ。いやーもう昔から大好きですよ。いやそのラファエル野球拳の時から好きって言ってくれてるんです。いやーでも僕も逆に言うとファッションチェック MC バトルの時代からやっぱ知ってますよ。一番最初に出てきた時から知ってるの、うん、マジで。でも当時からやっぱラップのスキルがもうズバ抜けてて、言うこともかっこいいし。そうかっこいいんじゃない、言うこと普通に、うん、俺はあの狼も見てたからさ、狼も出てきて、ね、いろんな面も好きだから、うん、普通に応援してたしめちゃめちゃ。え、年下年下だと。年下、俺ツイキャスとか聞いてたもん昔。いやーすげー嬉しいわこれ。嬉しいわ。しかも言葉熱かった。あー熱い、めちゃめちゃやっぱね、本当によく見て、長く見てくれてる人も、うん、嬉しい言葉かも。ラッパーからもらいましたけど、いや、やばいね。あの、東京ドリフトの投稿にね、コメントしてくださって、じゃあ、俺飛び跳ねちゃって、そう、うん、嬉しいと思って。それは嬉しいよ。そう、スマホだからまさかのビデオメッセージで。わー、やばいね。最高です。いや、かっこいいな。かっこいいんじゃないですか、マジで。ちょっとあの、ライブもあの、実は招待いただいてるんで、仕事がなければ私もちょっと見て合わせてお邪魔させていただきたいと思います。そしてここで唐突な坂上忍さんということで、やばいでしょやってくれんかっていう、ね、会ったことはあるしさ、一緒に仕事させてもらったからさ知ってくれてるやん、さすがに。これやってくれるってさ、ここまで大物の人とか大御所の人とかすごくね、愛情あるって。いや、いかつすぎるよ。まあ、ぶっちゃけこの今日のこのお祝いメッセージの中で一番こう、なんていうか、くれなそうというか、ね、まあまあまあ、言ったら悪いけどね、うん、イメージが、ね、一番ちょっと怖いイメージがあるから、そうそう、こんなことしてくれんのっていうイメージは一番強い人だけど、うん、けどバカ優しかったよ、ね、バカ優しかったね、うん、すっげえ褒めてくるし、詳しく聞いてくれるし、うん、めちゃめちゃすごいやりやすかったよね、うん、これあのオンエアされてないですけど、本当に終わって坂上さんが車出ていく時に本当にマジで頑張ってねって、うん、最後目見て言ってくださって、頑張ってって感じだった、ね、そう熱っと思って、ね、びっくりしたよね、マジで。坂上家という、いや、行きたいマジで、行ったら普通に坂上さんにも会えるってことでしょ。そうだ、会いたいもん、普通に、うん、めっちゃ。ちょっと、来年、あの、お邪魔していいかっていうのじゃあちょっと正式にオファー出させていただいて、マジで本当にありがとうございました、お忙しい中。そして、今日ね、おー、今日は久しぶり。だって、いつぐらいだ、俺らが。うん、左前だね、1万。ほら、俺カッパだったな。俺も金髪で、眉毛金とかの時だよね、うん、10万いってない子だと思うな、ね、唯一身内にいた有名人だったのよ、キョウキョウが。で、最初キョウキョウに頼んでコラボしてもらって、あ、めっちゃ大人になったよね、うん、けどやっぱキョウキョウだね、めちゃめちゃ、めちゃめちゃキョウキョウ、めちゃめちゃキョウキョウ。もう20歳を超えてるよね。3つ下か、ルナちゃんとかでしょ、ルナちゃんとか。今21歳とかか、かわいいね、キョウキョウ。やっぱこのポケモン好きな感じだったね、まだね、わかんないね。でもやっぱ本当に喋りがしっかりしてますよ。しっかりしてる、アナウンサーみたいな、ね、うん、賢いからね、うん、頭いい、うん、いやちょっと久しぶりに会いたいね、懐かしい気持ちになるね、うん、まあ、なんかポケモン持って編集しに来てくれたりする、ポケモン編集とか、ポケモン、いや、あの、ポケモン途中草原とかあるし、そう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 、すごい嬉しいな、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。次がナオトインテレビさん、いやーさ、キラリさん、いやーマジやっぱ嬉しい、見るだけ元気だよ、うん、あー、これ多分動画で言ってなかったと思うんですけど、僕たち実は全員でね、ナオトさんのライブちょっとお邪魔させていただきまして、うん、本当に本当に最高だった、最高のライブって感じ、マジでエンターテイナーとしてもう神の領域、神の領域にいる、エンターテイメントすぎる、本当にずっと楽しい、合間もマジ楽しかった、素敵な人だよ、ナオトさん、本当に。ちょうどワールドカップまだ真っ只中でやってて、もうサッカーの話をね、すぐしちゃうの、ナオトさんも好きすぎて。でもね、なんか全部サッカーだったよね、全部サッカー、うん、そうね、なんかサッカーの合間にライブしてるみたいなぐらいサッカーすごかったね。
なんか球投げるとか普通ライブあると思うんだけど、球蹴ってましたから、ね、蹴るんだよね蹴っててすごい遠くに飛ばしてたよね、うん、ちょっとね、来年も直人さんご飯誘っていただいて、ね、絶対飲みたい直人さんと確定で行こう確定で行こうやってたもん確定で行こう直人さんもお忙しい中ちょっと送ってくださったんで、うん、来年もたくさんお世話になりたいと思います。よろしくお願いします。そしてラストがサラリーマンラッパーのボズさん。いやびっくりしたよ。ついにここでボズさん登場と。いやボズさんびっくりしたよ。笑ってはいけない山本がスーツ着て、一方的に名前出して、ね、いやすっごい優しい俺ら年下何個も下のガキがさ、失礼こいてるもんな。失礼こいてるよ。でもやってくれてたねこうやって ね、 ね、うん、それをこうエンタメに昇華してさ、応援してファンになってくれる、どんだけ器でかいか、うん、いっつもだって節目節目の時にツイートしてくださるもんね、ボズさん。愛情があるんだよな、ボズさんは。でちょっと改めてあの「笑ってはいけない」の旅でちょっとボズさんで、ボズさんがラップしてるとこを勝手に受けを取りに行くことに変えてしまったことに関しては、悪いとは思ってるんですけど、ボズさんがこういう風になんて明るく紹介してくださって本当に感謝してる部分があります。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ラップもいただいてね。ね、嬉しいラップ作ってくれて。モンさんがちょっと解説来てるんで。あ、U ターンとか、あ、抽選か。気づいた？何ついたよ。気づきました。ヒューがどこに入ってるの気づきました。いや、ちょっと一瞬で。まあ一発だったからね。あっという間ですね。ユーマ。日向って言ってるんですよ。ああ、でヒューガって書いてます。なるほどね。漢字でね。で、U ターンなしでユータさん。伸ばすアームギリギリ。アームね、アームをギリギリ。それも分かった。で、あっちゃんで最後宇宙戦艦で終わる。やっぱラッパーラッパーすごいね。すごいね。サラリーマンラッパーです。すごいよ、青春落ちながらですよ。いや嬉しかった。で、これちょっと特別枠でしたけれども、はい、どうでした？いや最高ですね。すごいよ、強くなったな。なんか、うん、あっと驚く人がいっぱい出てきて、ね、まあでも今年ちょっとあの関わりがあった方を中心にちょっとねいただいたので、すげえ1年だったなと思いますね、うん、ということでラストブロック、はい、見させていただきたいと思います、うん、ラストブロックはレジェンドになります。この YouTube から長きにわたって引っ張ってきてくださった皆さんからのメッセージを、はい、フォローして見させていただきたいと思います。いきます。はい、この度はコムドット400万人突破おめでとうございます。おぉ、ハロー高木です。大丈夫なんかいけるのかっていうふうに思ってたからさ、それをこう実力でというかねじ伏せたっていうのはすごいかっこいいなっていうふうに思いましたね。本当にね、ヤマトがね尖ってる。ダメだっていい意味で尖ってる。そんな中で俺が一番ヤマトが好きなんやけど、嬉しい。ああいう人がいてくれることによって同世代の人たちがやっぱりこう火をつくっていう火付け役みたいな感じかな。これからもその牙を抜かずに尖ったままでどん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 なんなら研ぎ澄ましていって好きだから、ね、いいダメだってシンプルに後輩なんですけど尊敬できる存在だなっていうふうには思います。まあこれからも活躍期待しております。100万人おめでとうございますっていうのを全てうちのニャンコが言ってました。ドン久しぶり。おーい、ヤマザコンダー集合してくれてる。コムドット400万人おめでとう。嬉しい。やっぱね、去年の、今頃かな、ちょっとね、コムドットが若干炎上したことがある。最初にちょっと今多分すごいキラキラした目で見てくれてる。素直だから。いやでもそれがあって、やっぱ多分本当多方面にいると、まあやっぱね、しっかりと注意をするようになって、いろんな多分視点で、まあ400万人を迎えようって多分意気込んだと思うんで、それがね、まあ成功という形になって、うん、全部プラスにしてたもんね。本当にね、すげえよ。そうですね。だからストーリーがいろいろとあって、うん、ここまでね、400万人っていうね、大きな数字をまあ獲得できたということなので、うん、まあそうですね。まあ100万人ぐらいうちに流してる。多いでしょう。怖いまだ。先輩の多いの、ね。多いでしょうに。視聴者さんもびっくりしてるからね。まあでもね、あの本当俺一応コムドットのメンバーとちょこっと喋ったんですけど、まあなんかこう落ち着くタイミングだったら、なんかお酒でも飲もうよみたいな。あ、いいね。話をしてて、ああそれいいねって話になってて、まあだからまあコムドットメンバー、まあそれこそまあエスポだったりとか、まあ審査員も別に何人、まあ誰連れてきてもいいんですけど、それでね、まあ軽くなんか。俺らも入ってそうで、入ったらね、軽く飲み会なんか、まあ新年会みたいなのができたり、うわー、もうワクワクしちゃうわ。まあ来年も
あのその若いエネルギーしかり、うん、まあ、またもしかしたら違う新世代も出てくるかもしれないですね。2023年そういう年になるかもね、うん、まあそうなったらね、僕らもそこに入って一緒に盛り上げることができたらなと思ってますので、はい、また一緒に遊びましょう。遊びましょう、はい、うわー、やるんだ、嬉しいよね。やりましょう、うん、まあなんかまた熱いタイミングでコラボしてね、うん、あの YouTube 界を盛り上げられたらなと思いますので、うん、みんなで、いろいろとね、昨今の YouTube いろいろとね、変わってきてますけど、うん、まあそんな中でも、はい、このままトップを走り続けましょう。ということで、今回はこれ見てたということで、まあ、本当に400万人おめでとうございます。おめでとうございます。いや、嬉しいよ、めちゃめちゃ嬉しい。それでは、せーの、あー、うわー、200万人ぐらい分けてくれ。6万だな。やるぞ、やるぞ、やるぞ、おめでとう。この度は400万人突破、おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、マジか。今まではね、こういう感じで、うん、僕たちがね、こう名前をあんまり言ったことも全然なかったし、うん、絡みもね、多分世間的にはいつあるの、ないのみたいな感じだったんですけど、ファンフェスでこの前初めて会ってからね、こう写真も一緒に撮ったりして、まあ、今回はね、山本君が直接電話してきてくれて、ぜひぜひお祝いさせてくださいということで、うん、はい、いい感じにね、この一緒に絡んで何かできたらいいなと思いますけど、何があるんでしょうねってとこですね。11人だもんね。11人のコラボマジでむずいな。俺らからしたらむずいな。6万勝負、ここまでね、本当になんかこういろいろ言われてたかもしれないけど、やっぱ数字ちゃんとここまで来たっていうね、その実績は本当すごいなって思うしね、うん、大変だと思うんですけど、まあ一回ね400万人いったんで、体もね、大事だと思いますんでね、その10日前がよくやってるのは本当頑張りすぎないということなんで、気楽に長い間ね YouTube を一緒に盛り上げていけるように、楽しく緩やかに頑張ってください。休みなさいよ。休みなさい。休みなさい。休みなさい。まったく動画撮らずに岡崎に休みに来て、カメラ気にして岡崎来てください。おもろ、まず山本お願いします。はい、ブランディング、ブランディングって言われて失敗しきってるよ。お前なれない。なれねえ。見張ってたらお前なんか、そっか、レジ前よ。レジ前にしろよ。ということで、これからも頑張ってください。東海までした。いやー、嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいわ。こんにちは、おー、じゃあコムドットの皆さん、チャンネル登録者数400万人おめでとうございます。移住しようかって。めちゃめちゃイケメンやな。よく頑張った、お前ら。よく頑張った。嬉しい、嬉しい。年内に400万人でしょう。だいたい結構苦しいペースだったと思うんですよ。去年俺が1000万人行った時と同じぐらいのペースで、もうほんと1日1万人ずつ伸ばさないと間に合わないぐらいのペースだったと思うんですけども、相当プレッシャーというか、達成できなかったらどうしようとか苦しかったと思うんですけども、よく頑張り抜いて、自分たち、そして視聴者さんを信じて走り抜いたと思います。めっちゃ気持ちわかります。超大変だったし辛かったと思います。おめでとうございます。あとね、エフゼンギューさんの、社長さんに誰から見されて、もう大変そうだった。見てた。俺だったら縮めてたけど、誰から見にもよく耐えて、誰から見にも見たと思います。あれは大変そうでしたね。でも周りを気にせず、本当に、ガツガツするのも大事ですけども、結局 YouTube って楽しむ場所だと俺は思ってるので、コムドットのみんなが楽しめる動画をぜひお待ちしてます。来年もよろしくお願いします。どうもヒカキンです。改めましてコムドット、チャンネル登録者数400万人突破、おめでとう。うわー、ヒカキンさんの動画だ。よくいけたよね。本当に400万人突破までの道のりも、突破の生配信もね、見てたんですけど、本当によく突破できたねと改めて褒めたい。いやー、すごいよ。嬉しいな。そう、やっぱり同じ YouTuber としてね、こう長年活動してると、まあ、正直ね、年内400万人っていう目標がどれだけとんでもないハードルを掲げてしまったか、まあ、見てて分かってたんですよね。で、年末が迫るにつれて、ちょっとペース的に厳しいんじゃないかみたいな雰囲気があったと思うんですよね、正直。で、僕も相当 YouTube 詳しい方なんですけど、いや、これ大丈夫かなって正直思ってたんですよ。で、僕の周りの YouTube 詳しい人も、あれ、コムドット大丈夫って
いうくらい、まあ、ありえないハードルだったんですよね。もう年内400万人って。で、かなり本当に際どいラインだなと思われてる中で、12月頭ぐらいかな、 YouTube ファンフェスっていうイベントで僕ヤマト君とね、まあ、コムドットとお会いして、ちょっとヤマト君と話したんですよ。で、その時僕は正直大丈夫っていう感じでね、なんか話そうかなって思って、そういえば大丈夫リーダー、大丈夫ぞ年内400万人って言ったら、僕はなんとなくもしかしたらヒカキンさんちょっとやばいっすわみたいなことをね言うんじゃないかなと思ってたんですよ。そしたらヤマトがニコってして、ヒカキンさんいけそうっすって言ったんですよ。僕はそれを見て、ほらほらほら鳥肌、鳥肌、ほら見える、見える鳥肌出た、ほら、あ、これ行くんだなって確信したんですよね。うん、大丈夫かなってとこから、あ、これ行くなって。で、あとね、そこからまあコムドットのチャンネル見てれば分かりますけど、もうほんと毎日のようにね、1時間超える動画をとんでもない頻度で上げてってるわけよ。それはね、リーダーはじめ、あの編集スタッフさんはじめ、メンバーもね、あの寝ずに編集してるじゃないですか、動画とかね、 SNS でもよく上がってますけど、そんな、まあ、本当に前向きなリーダーを支えて、メンバーとね、チームみんなでちょっと厳しいんじゃないかっていう風潮をひっくり返しての400万人突破、コムドット有言実行。いや、見ててね、僕もね、やっぱ高い目標を持って頑張ろうって、そういうね、勇気をもらいました。コムドットお疲れー、リーダーヤマトお疲れー、ユーガお疲れさ、ユータお疲れさ、ユーマお疲れさ、アンギリーラップよかったよ、コムドットスタッフの皆さんお疲れー。もう君たち本当、もう大どんでん返しもひっくり返したわけで、もう今日からコムドット君たちはドットコムです。何してくれてるんですかこれ。目標を掲げた当初から YouTube のチャンネル登録者の目標はこれが最後ですというのが400万人だったと思うんだけど、コムドットといった YouTuber ですから、やっぱりね、500万人目指して頑張ってね。もうね、期日は決めないどころな、人間じゃなくなっちゃうからな。今年多分人間じゃなかったでしょ、それも分かってるから、うん、来年コムドットは人間になります。というわけで、年末年始ね、少しでも家族とか仲間とね、一旦動画のこと忘れて人間になって楽しんで体癒してやってください。はい、改めてコムドット400万人おめでとう。いやー嬉しい、ありがとうございました。うわー、最高だ、めちゃめちゃ頑張った甲斐があったわ、うんうん、そうですね、レジェンドの人たちは立ち位置から言葉の重さが来るな、うん、もう本当に YouTube キッズからするともうやばい、これはマジでやばい、やばい、うん、やばすぎる、やばすぎるって。まずもう竹脇翔さん、翔さん、翔さん今年初めてお会いさせていただいて、はい、うん、コラボ動画も撮らさせていただいて、うん、で、ヒューがね貸し出しも行ってよくしてもらった、めちゃめちゃ今年は、うん、翔さんはやっぱり俺らに尖りを求めるからね。そうなんで、一人だけまた違う感じでね、先輩してくれるっていうか、うん、もっとやっちゃえよっていう感じだね、うんうん、え、やっちゃえよって背中を押してくれるこれだけすごい人がいるとさ、気楽だよ、気楽、マジで、うん、やっちゃってもいいんだっていう、うん、実はちょっと翔さんとある動画ね、翔さんのチャンネルに出させていただいて、年末か年始に多分出るという予定だったと思うので、そちらの方もぜひぜひ楽しみにしていただけたらなと思います、うん、そしてフィッシャーズさん、いやー、やっぱ元気出るわね、今年もたくさんお世話になりまして、うん、もう年始の鬼ごっこから、ね、そうね、コラボ動画も何本か結構撮らせてもらって、うん、自分たちより歴が長い中で一番フィッシャーズさんコラボさせてもらってるんじゃないかな、めっちゃあったよね、めっちゃあった、なんかすげえ仲良くなれた気がする、うん、まあ実現は叶わなかったものの、一緒にね、でかいことやろうっていうことで、力を合わせて何かやろうって模索した時期もあったりして、うん、形にならなかったけど、来年絶対何かやろうみたいな風に言ってくれて、うん、それがマジで嬉しくて、で、なおさんは400万人祝いに来ちゃったみたいな、もう来ちゃったって感じだったもんね、あれなおさんの感じやばいけどね、普通に2時ぐらいまでいてくれてたでしょ、ずっとさ、すごいよすごいよって、もう3時間ぐらい褒めてくれたよ、うん、普通ね、こうパッと動画撮影終わったら、じゃあ帰るわみたいな感じでもおかしくないのに、うん、それぐらい忙しいはずだから、現場にいてね、いろんなクリエイターと普通に溶け込んで喋ってるなおさんを見て、やっぱこの人すごいなって、この人すごい、あそこに凄さが詰まってるね、フィッシャーズの、うん、だけど、トッ
ップ中のトップのシルクさんが一瞬トップで走っていこうみたいに言ってくるのやっぱ響いたね。響きました。シルクさんっていうかフィッシャーズが言うからかっこいい言葉っていうか、そうグループ系の世界で再生回数1位なんでしょう。デュールパーフェクトっていうあのめちゃめちゃすごいさあのすご技みたいな人たちの再生回数を越して世界の1位でしょ。そこ越したのエグい。僕たちは到底追いつくことのできない再生回数だと思うんですけど、なんかそんな方々からこんなメッセージをいただけるっていうのはまずめちゃくちゃ嬉しい。大きさを感じる人だったからなんか、来年もですねなんかちょっとポンポンと一緒になんかやりたいと思ってもらえるように、僕たちも頑張っていくので来年もよろしくお願いします。お願いします。そしてこれ衝撃の、言ったよ東海オンエアさんからメッセージいただきました。いやーびっくりとかびっくりだね。めちゃめちゃ嬉しいし6人一緒に動画撮って送ってくれるのかって。そうだよね。この間ファンフェスでお会いさせていただいて哲也さんに LINE をもらってたから、哲也さんの方にちょっとダメ元だったから、もしよかったら哲也さん一人だけでもみたいな感じで言ったのよ。もう紙休み入るかなと。東海さんはね、そうだからもう全部集まる機会ないかなと思って、哲也さんだけでももしいただけたらありがたいんですけどって言ったら、明日ちょうど全員で最後年内集まるから撮るわって言って、熱いと思って、やばい絵面やばいよ。この絵も何回見たか、絵面なんだよ。視聴者としてうっさんがこうちょこんってして座ってる感じとか、もう全部が見覚えがありすぎるっていうか、うわ岡崎来て遊びに来てって言って動画なし。なんかこの俊一さんがこう芸人のやみたいに言う感じがマジで仲いい友達でやってるのが、なんかちょっとやっぱ似たところがあるのかなと思うと、リスペクトもあるし。そうだね。今年特にやっぱコムドット東海オンエアを比べるくだりみたいなのが結構なんか一個のムーブとしてあったわけで、それがあることによってやっぱなんか仲悪いんじゃないかみたいなね、錯覚しちゃうよね俺らもね。どうしてるか分かんないんで、そうで、そこをなんかこうファンフェスでお会いさせていただいた時にすごい柔らかく、なんかああいうのはあるけどね、別に俺ら仲良くしたいもんねみたいなことを、あの清水さんとか柴谷さんとか話しかけてきてくださって、いやー優しい、一人残らず優しかったね。そういうふうにこう先輩たちが言ってくれるっていうのも後輩としては本当にありがたくて、なんかどっかのタイミングでね交わった時にその世間が日本が盛り上がってしまうようなムーブメントになるぐらい、ちょっとやっぱコムドットもまだまだ力つけていかないとなって思うので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、YouTube レジェンド界の問題児はじめ社長の問題児、問題児問題児、この人は本当に問題児だ。何でも言っちゃうやっちゃう。1000万いったからもう無敵だと思ってもう完全にね、ヒカキンさんの1000万人とは全くその別の路線を歩んでるから、はじめでもマジいかついからね、やっぱ最初こうなっちゃうんだけどさ、そこからなんかやっぱ、もう誰も触れてこなかったところに、なんかもう使われるの分かってんのに触れてくるんだぶっ飛んじゃってんじゃねえのやっぱ。今年はお世話になりましたね。そうだね、二人は特に24時間ライブにも来ていただいて、あれも若干事故ながら、その時もやばかった。その時もやばい、いつもやばい。あの時もね、触れようとしてた。ああ、そうなんだ。ずっとね、これには読んでよ。いや、そうだ。いやでもずっと気にかけてくれるし、やっぱそのサウナとかもちょくちょく誘ってくださったりとかして、あのまあ直属の後輩の人たちはいるけど、なんかやっぱりその一人で動画を撮ってる人だから、俺の中では先輩やるの大変そうなイメージがあるんだけど、コムドットに対してなんかすげえよくこう先輩してくれるから、来年もお世話になりたいなと思う限りですね。本当に運の案件柱みたいな感じで自虐してました自虐してましたね、入りから自虐してたのね。言えるよ本当自分で。ウームの案件柱、はじめ社長です。よく言えよ、ふざけてる人なんだよな。だから来年はね、そのちょっと案件の量とかも調整されて、はじめさんっぽいぶっ飛んだ企画をね、たくさん見れるのを僕たちも視聴者として楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてラスト、僕たちのボスですね、ヒカキンさんがメッセージ動画撮ってくださいました。いや、なんかボスの凄みみたいのやっぱ感じますね。言葉、動画のオーラというか、めっちゃ編集だもんね。ビシビシ伝わる凄さが、めちゃめちゃたくさんのクリエイターの方からいただきましたけど、ヒカキンさんの動画が一番編集されてたでしょ。これがトップだ。これがトップなんだよね。俺らのためにしてくれた編集だもん。1
個裏話ありまして、ヒカキンさんもう年末だから本当に忙しいなと思って、皆さん忙しいの知ってるけどヒカキンさん特に番組とかもね、そう忙しいから、メッセージを俺はもらえないというか、そのくださいって言わないようにしてたというか、なんていうのかな、言ったらやってくれちゃう優しい人だから、そう言葉だけでも文字だけでもいただきたいなと思って、なんかもしお時間あれば僕がこの動画で最後ヒカキンさんからのメッセージ読ませさせていただくので、いただけないでしょうかってお願いしたら、いや、いいよ動画送るよ、はぁ、言ってくれて、早いんだよな、そうで俺動画もらう前提じゃなかったから昨日の夜に連絡をしたのよ。えそう、いつ撮んの聞かれて、いや明日の午前中かお昼ぐらいにはって言ったら、あ、じゃあそれあの編集入れて間に合わせるかって言ってくださって、ちょっと俺としてもうわ申し訳ないけどマジありがたすぎると思って、どう恩返ししようってずっと考えてるんだけど、いやーほんとガチ本気演習だしね、これやっぱなんかいつまでたってもヒカキンさんってこう見てくれてる、見てくれてんだよな、いい意味で気抜けないし、いい意味でもっと頑張ろうって思うから、やっぱり YouTube 界でのヒカキンさんの存在って、ね、一番大事なんだよ、一番大事、え、ほんと人に言ってる場合じゃないぞって言って、マジでほんとそうだよね、君たちは人間じゃないんだから人間になってください、ヒカキンさん5、6年人間じゃないいやいや何言ってんすか状態ですよこれ、ヒカキンさんもゆっくり休む時期あって一緒に飲んだりしたいよ俺ら、そうだよね、ヒカキンさんに会ったら緊張じゃなくて安心だもん、最近いた、ヒカキンさんいたっていう嬉しい気持ちっていうのがすごい、それこそね、逃走中なんだけど、ホーム感を感じちゃうから、もうドンがいるからね、そうだね、テレビの撮影でめっちゃ芸能人とかいるのにヒカキンさんいるだけであ、大丈夫だって思えちゃう、来年からもちょっと僕たちも YouTube 界を盛り上げていきたいなというふうに思います、そうヒカキンさんが思わせてくれます、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで皆さんからいただいたメッセージは以上になります、ありがとうございました、最初から最後まで本当に素敵な、僕を集めた側なんで、もうサプライズされた4人側としてはどんな感じだったか、うん、あ、びっくりな人たちが多かったっていうのと、うん、今年すげえ人たちと一緒に仕事してたなって、幅がね、前回のこういうのもあったりとか、その時とかでいろんな方面の方が多いかしら、めちゃくちゃでしたですね、うん、新たに成長した実感が生まれたね、良かったな、そうだね、であとちょっと視聴者のみんなにとっても嬉しいんじゃないかな、これだけ世間からはいろいろ言われたりするコムドットが同業者だったりとか関係者の、方々からこれだけリスペクトしてもらったりとか褒めてもらったりしてるとこを見れて、ファンの人もなんか誇らしい気持ちになってくれたら本当に嬉しいですね、うん、あの何回も言うんですけど、これだけたくさん集まってるから錯覚しちゃうと思うんですけど、これ全部の動画400万人達成した後に撮ったりとか編集したりとかして僕たちの元に届いてる動画です、2日とかしかなかった、いかにえげつないことか、集まる予定がもともとなくて集まって撮ってくれてるクリエイターもたくさんいますから、恩返ししきれないぐらい感謝の気持ちいっぱいです、この僕たちの、メッセージ動画を撮るために、時間を使ってくださったクリエイターの皆さん、関係者の皆さん、本当に本当にありがとうございました、ありがとうございました、2年前までね道開けろって言ってね一匹狼にグワーってやってた時のコムドットとは打って変わって、たくさんのクリエイターの方々に支えられて手を取り合って、今 YouTube ができていると、まあ、当時の自分たちのことも誇らしいと思うけど、今の自分たちのことも誇らしいと思う、いい風にコムドットね変わってこれているんじゃないかなというふうに思います、引退してもいいんじゃないかってぐらいさ素敵じゃないこの動画って引退に対しての言葉ぐらい熱いだけ愛されてるんだっていうのを自覚した上でね、僕たちも来年ここで助けてくれたクリエイターの方が困ってたら、あの手を貸させていただきたいなと思うし、やっぱり自分たちのその投資対心っていうのは投資しつつ、やっぱ YouTube に恩返ししていく、クリエイターに恩返ししていく、応援してくださっているファンの方々にも恩返ししていくっていう、そんな2023年にねしていきたいなと思うので、もう残り今年もわずかですけれども、ぜひぜひね最後までこのドットの動画楽しんでいただければなと思います、それでは今日はこの辺で動画を終わりたいと思います。はい、それではまた。